きチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、ドラフト通信簿。さあ、ということで、はい、ドラフト会議が終わりまして、うん、ね、はい、まあ、いい悪いあると思いますけども、うん、ね、佐々木チャンネル、そらね、ここまでいっぱい行ってきたんですから、はい、まあ、通信簿つけてね、うん、おさらいしていかなきゃいけないっていうところでね、はい、今日からロングな企画、はい、12回構成です、はいはい、各球団見ていこうという、はい、まずは今日はね、はい、ロッテからっていうね、うん、ところで、はい、まあ、事前戦略ね、うん、メモではもうショートガチャはもう終わったでしょ、はい、で大卒の投手が全然ハマってないぞと、ね、過去ね、はい、ロッテはだから本当は野手を獲得した方がいいが高校ナンバーワン投手の前田君とか行くんじゃないのかなっていうね、はい、ところの、まあ、佐藤さんがね分析してたわけですね。あ、そう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 、うん、っていう中で袴田さんは渡来君ちゃうかと。私の1位予想は渡来君だったんですよ、うん、で俺は前田君と、はい、で先生は木村ね、うん、あの霞ヶ浦の、はい、で、あの視聴者希望枠は渡来だったわけ、うん、アンケート取った結果ですね、うん、これ前日だったの取ってない、うん、っていうね、はい、ところで、まあ、仮想ドラフトではね、うん、木村君を単独、はい、あの1位指名強行外してね、うん、っていうところでしたけども、まあ、ロッテの、ね、指名ね振り返っていきましょう、はい、まあ、1位ね、渡来行って外して草加行って外してで細野行って外すっていうね、はい、3回外すこれあのくじ引く人、うん、吉井さんがまた変わってまた吉井さんに戻るっていう、うん、でもどっちにしてもさ1回も引くことないから一番最後だから常に。まあ、そうですね、だから自分でどっちにしようかなって引いてないから、はい、もう仕方ないよね、まあ、残り物ですよ ね、4人目になる、はい、なかなか難しいよね。外れ外れ外れ1位ってこれが、うん、この間スポナビで配信してて情報を得たんですけど、うんうん、過去、まあ、最近活躍してるとか現役で出てる中で外れ外れ外れ1位っていう人を、うん、2人発見したんですよ。まあ大活躍とかではないけど今そう微妙な情報を持ってくるのやめて。でも阪神は日本シリーズスタメンで出てた。そうなん。はい、あ、渡辺亮ピンポーン。外れ外れ外れ松井裕樹とか、うん、あの辺こう外れて、うん、日本ハムがその1位で指名したらしいです、うんうん、はい、あとまあ後藤俊太選手もそうですねっていう、はい、プチ情報でした。まあね、上田君にはレギュラーになれるぐらい頑張ってもらいたいですね。いや、そうです。過去の例を払拭してね。はい、はずれはずれ1位はもうスーパースターいっぱいいるから。いっぱいいます。だって坂本選手もそうですよね。そう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 、はずれ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 1位ね。はい、うん、でも2人も1位ですから。まあ、うん、まあ、上田ね、はい、で2位が富山から大谷、ね、はい、光で3位木村、うん、4位早坂、5位寺地。育成枠がね、竹内、松井、河野、藤田、富山っていうね、はい。まあ、ところで、まあ、ポジション見ていくと、まあ、内野、ピッチャー、ピッチャー、ピッチャー、キャッチャーっていうところで、うん、まあ、キャッチャーは俺は取っといた方がいいと思ったから、まあ、この5位でね取れたっていうところは大きかったし、あと、まあ、ミキとね、はい、エムラが、うん、もう構想外になって、うん、なんかコーチ打診とかいう話になってるけども、はい、まあ、そこも減るっていうね、まあ、このテラチを取れたから多分エムラもね多分戦力外になったと思うんだけども、はい、まあ全体的に言うと、うん、結構いいドラフトだったんちゃうかなっていう。ああ、そうですか、うん、だってもう内野ガチャやめてるやん。はい、そうですね、理由感ね、うん、だからまあ渡来行ったのは外野もセカンドもサードも守れるっていうところと、はい、あとはもうセカンドの今年中村翔吾が全くダメで、うん、最後クライマックスシリーズもスタメンから外されて、はい、じゃあ逆に次誰行くんやって言った時の代わりも誰もいないからずっと変えるわけにもいかないっていうね、うん、最後の最後でやっと変えたなっていうところもあるけども、はい、まあ、そこも抑えるためにも渡来っていうところの抑えが多分いったと思うんだよね、うん、でそこ外して草加君でしょ、うん、だから渡来じゃなかったら野手いらなかったのかなっていう。草加細野って言ってるから。まあそうですね、うん、だからここはドラフトの兼ね合いで草の先行ってたら取れてたから、ね、うん、ここは戦略上のミスだよね。まあそうですね、うん、だってやっぱ上位の人からは欲しかったってことでしょ草加君ね、うんうん、草加君をここ行かないで細野君行った方が取れたわけ、はい、取れてましたね、競合しないからね、うん、だからここは戦略上のミスだよ、はい、正直ね、うん、まあ上田はね、上田を取るってことは、はい、うん、もう安田、山口、うん、ね、藤原、うん、ね、もう期待値下がってますよっていう。そっか、上田君ってファーストサードでしたっけ。上田は今年6大学でサードでベストライン取ってるから、はい、その前はファーストでベストラインも取ってるから、うん、だからファーストサード、まあ、両方守れるっていうことだよね、はい、で、まあ、外野を守れるから、うん、っていうことになってくると、そしたらどんどんね、はい、今までの選手は結果残してなかったらね、期待値が、だって期待値は若手の方が上がるからね、はい、で、マツダスカウト、コンタクト率の高い中距離ヒッターで
率も残せて二塁打も非常に多い、うん、チームの核になる外野手として活躍を、もう外野として活躍をだったら、はい、もう安田期待してませんよみたいな、うん、サード出てくるからね、はい、で、動画にもこの前出したけど、うん、中田がもし仮に FA できたらファーストやろ、はい、もう安田出るとこなくなるから、ね、うん、そういったところではもっと既存、うん、今いる選手たちはもっと頑張んないと、こういうふうに上位で同じポジションを取ってくるってことは、うん、もうお前らが、しかもその同学年で、うん、これは高校生とかだったらまだね、はい、次の世代とかになってくるけども、うん、同学年とかね、その近い年齢で同じポジションを取ってこられるってことはもう期待できんなって思われてるのと一緒だからね。いや CS 結構活躍したけどな、安田選手そんな1試合ぐらい全員活躍するから、うん、1年だから1、そうですね、うん、通して結果伸ばさないと、ね、スポットだったら誰でも活躍するから、はい、正直ね、はい、といったところではもっとね頑張っていかないと、うん、上田君に全部取られちゃうっていうね、はい、であとはこの大谷君いいんだよね、球159キロかなんか、めっちゃ速いらしいですね、だからもう完全に多分リリーフやね、うん、だひょっとしたらまあね、まあペルドモは多分残留すると思うけども、まあ、7回だったりとか、うん、ひょっとしたらもう増田がねピリッとしなかったら9回っていうね、はい、未来の守護神になってくるっていうところで、まあ、リリーフがねマリーンズはもう2年連続方程式を構築できないんだよ、はい、もうだって唐川時代もあったな、うん、佐々木千早時代もあったな、うん、沢村時代、国吉時代あったな、でも2年連続いないんだよ誰も。そうですね、1年で全員いなくなるんだよ、うん、まあ、増田だけがずっといる、はい、あとはもう常に方程式構築できないから、うん、まあ、それぐらい不安定な後ろってことじゃんね、はい、だからリリーフの防御率もめちゃくちゃ悪かったわけよ、うん、だからところでここにね入ってくれば、うん、ね、あの後ろがちょっと安定すればね、はい、もっといいリリーフ陣も作れるし、うん、でこの木村早坂俺の1位に、ね、うん、もっとだから上位で、ね、予想するぐらいいいと思ったピッチャーたちをここで取れたってことですからね、いいよねこれ未来に向けては、うん、もう俺はね、はい、俺のロッテに対する個人の感想ね、はい、来年どうしよう無理でしょっていう。そうなんですか、もうちょっとこの長い目で、うんうん、俺の勝手な想像ね、はい、あの2025年上昇軍団計画っていうのがある、ね、おでももう、はい、あと2年しかないんだ、うん、ってなった時に、はい、最初出た時の俺の想像中身知らないよ、うん、俺の想像は、うん、佐々木朗希をローテーションピッチャーに育て上げて、はい、佐々木朗希を中心として、うん、佐々木朗希のための、うん、佐々木朗希による上昇軍団を作ろうとしてる計画やと思うね、はい、それがハマらなかったら、うん、他はないねん、うん、もうその一択じゃないですね、俺の予想ね、はい、佐々木朗希頼みの上昇軍団計画なんだよ、はい、佐々木朗希こけたらそこから浮上していくパターンないねん、はい、そんな基盤が弱い計画がある、うん、まあ勝手に俺言ってるだけだけどね、まあ、今年も佐々木朗希投手抜けてからやっぱこ う, そ う, そうチーム落ちていきましたもんね、ってなってくると佐々木朗希に、ね、はい、いたらいたらでいいよ、うん、でも頼らないチーム作りをしていかなきゃいけないと思う、はい、だから、ね、楽天だって結局マー君頼みだったからマー君が抜けたらダダーッと落ちていくわけじゃん、うん、で今度だからソフトバンクも千賀がいなくなったらドワーッて落ちていくわけじゃん、はい、でその時に昔だったら、ね、斉藤和美の後摂津が来て千賀が来てっていうのを作り上げてきたから保てるわけだけど、そこを保ててなかったら一本柱でいってるとそこが崩れるとダダーッてくるわけよ。だからもしオリックスが今年山本いなくなったらボワーッて行くのかと見せかけて山下俊平だとか、はい、東とか曽谷とか、いやまだ宮城投手もね、うん、あと椋木蓮が怪我から復活してくる可能性もあるから、うん、はい、次作ってるから多分俺はオリックスは優勝するかどうか分かんないよ、はい、山本がいなくなったからって言ってそこからドガーッと落ちていくことないと思うの、うん、次作り上げてるからね、はい、でもロッテってどうかっていうと佐々木朗希計画だから、うん、バタッとこけたら今年のチームみたいにバタッとこけるわけじゃ、うん、だそれをしないためにもこの木村早坂の若い2人を育てて、はい、盤石に投手陣を構成するっていうところでは、うん、非常に良かったと思うんだよね、はい、でまあ、高校生キャッチャーはね、まあ、必要だったかなって思うんで、はい、育成にもキャッチャー取ってるからね、はい、キャッチャー2人取ってるっていうところ で、ね、多分江村がね、うん、多分構想外になったところだし、うん、でここにもまあ若い2人ピッチャーと、まあ、外野手を2人取ってて、まあ、全員高校生っていうところでは、まあ、育成の指名も、まあ、ここからどこまで出てくるか分かんないけどもポジション構成では非常に良かったね、うん、おーですか、うん、でも強いて言えば長距離砲の野手が欲しかったね、あーそっか、下位でもいいから高校生とか、うん、まあ、強いて言ったらそこが欲しかったなって思うけども、うん、まあ、俺はもう
そのロッテのドラフトはもう来年とかじゃないね、はい、もっと基盤を強くしていかないと層も薄いし、はい、あのパッとした選手も特に野手とかおらへんねん、正直。だから日本代表に誰も名前も候補も上がってこないわけじゃん、はい、でその中でだって沖野と角中にすがってんだよ、うん、お前どんだけベテランにすがんねんみたいな、はい、もっと若手出てこいよっていうところでね、うん、まあ、高部とかも怪我して、であと来年石川がね肩の手術して、うん、肩手術で復活したやつあんま見たことないねん。あ、そうですか、うん、肘とかはいるけど、うん、肩手術でそのローテーションピッチャーに戻ってきたってなかなか聞いたことないから、うん、そういったところでも2027年計画やな。7年、2年伸びました。でもこういった選手たちを押し上げてっていうところでね、はい、うん、あとはもう外国人で補強かな、はい、来年はね、うん、っていったところでは、まあ、ドラフト自体は大成功とまでは言わないけどバランスも良かったし、うん、今のチームに足りないところしっかり補えてて未来に関するところもあるから、はい、俺はマリーンズは正直めっちゃ良かったと思う、うん、じゃああれこう評価って出してましたっけ。評価はね A です。お、 A、 これはでもね俺は良かったと思うよ、はい、で即戦系で上田君どうなるか分かんないけど、はい、で未来に向けては木村君と早坂君で、うん、ピッチャーだから投手と野手の即戦系2人取ってるから、うん、大谷君も即戦力ですからね。あ、そう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 、だからここはハマると思うね、うん、で多分上田君も怪我しないで普通にやったら、はい、下手したら開幕スタメンあるよ、うん、今のロッテの選手層だったら、はい、それぐらい期待値も高いっていうところと、まあ、キャッチャー取んなきゃいけなかったから、うん、まあ、そこ育成とピッチャーの若い2人ね、これ伸びしろ抜群だから、はい、うん、で大谷君の即戦系のリリーフね、うん、足りないところっていうところでは、まあ、前はね内野回りながら怪我しなかったらだって種市西野で小島、うん、メルセデスカスティーヨ、まあ、来年は二木がどうにか6枚目頑張ってもらったりとか、あと一人ぐらいはどうにかなるやろうっていうね、うん、あ、ミマもねまだベテランでもう今いるし、はい、うん、まあ、そこら辺をなんとかカバーしながらっていうねところで、まあ、俺は何気にバランスも良かったし、うん、育成も含めて良かったんじゃないのかなっていうところもあるんで、うん、A だね。 A、うん、はい、よしってロッテ関係者でもこれ僕ちょっとだけ出しますね。育成2位の松石君ってこれいるんですよ、うん、ね、本当にまあ、後立ちじゃんけんになるんですけど、うん、本当はオリックスの育成取ってほしいっていう出したかったんですよ、うん、多分ですよ、うん、怪我なければドラ1ぐらいのレベルだったんですよ、うん、高1の時からすんごい球を持ってたんですよ、うん、これそれこ そ, その今の長い計画で見た時に怪我ない体にすれば、うん、球質だけだったらトップクラスのものがあるんですよ、うん、僕は山本由伸クラスだったんですよ、うん、へちょっとこれ注目してほしいです、この松井君、うん、松井君、ね、なんで早めに言って当てましたオリックスの時に言いたかったんですよ。オリックスの時に言いたかったんですよ。言った言った言った言えなかったんです、忘れてた。ちょっとなんか恥ずかしっぽいよな、うん、こんな1年間楽しみにしてやってきてるのに言い忘れるとかある。リストが多すぎるんですよ順番に当てはめていって変わらない現象じゃあこれ注目だね。そうですね、本当注目してほしいです。これ松石君ね、3年目か4年目ぐらい、うん、もうちょうど育成の期限が切れるぐらいの時に、うん、パッと出てくる。じゃあ千賀投手みたいになってほしいですね。2027年計画ちょっとおい合わせてんの。おじゃあもう木村君、早坂君、松石君と、まあ、佐々木朗希投手筆頭にうんで頑張ってこれたらね、はい、で種市とか西野がベテランとかになっててね、うん、小島とかがね、うん、いい形で回っていけばね、うん、お27年計画いいですね。いいやろ、うん、うん、だから俺はバランスは良かったと思うんだよね、はい、うん、正直ね、うん、でも来年どうのこうのじゃないから、はい、来年どうのこうのまま上2人だ ね、 そ, うですね、そこら辺はまあどういう感じか見極めて言いたいと思います、うん、はい、DeNA ベイスターズ、はい、今回は、うん、ね、うん、渡来当てていやーねー、ね、びっくりしましたね。もう3球団、はい、重複で、うん、ね、田澤さん全部入ってたのにな、はい、3つのうち、うん、で番長行って2番目のね番長が引いて、うん、でロッテで俺これでも番長が引くって予言してたから。え、なんでですか。そうイベントでやってて引く前に、はい、うん、噛んでね、はい、うん、根拠はないけど。で渡来君のこう、まあ、多分おそらく本人は中日だろうなってこう指名重複するとはそんなに思ってなかったような感じだったんですよ、うん、でもこういう嬉そうだったよ DeNA で。そう嬉そうだったじゃないですか、うん、でこう呼ばれていく3回呼ばれたじゃないですか、うんうん、でその時にもう目がうるうるして、うん、で引いて当たった時ももうすごい涙でこらえてるような、うん、あれちょっと来ましたね。そうね、はい、あのコメントがもう全然まとまってなかったね興奮しすぎて、ちょっともうグッときましたねあの涙はね、うん、まあでもね、はい、うん、で横浜でエネオスで DeNA だからね、うん、好きな有名人室強だからもう地元だから横須賀だからね室さんもね、はい、だからもう地元大好きだから、うん、横浜でよかったよね、はい、正直ね DeNA ファンですから、うんうん、よかったです、うん、で2位にね、うん、
松本君、亮斗君、うん、はい、で武田、石上、うん、そんで石田、はい、で井上、うん、6位で育成に高見沢、清水、岡沢ら庄司、近藤選手っていうところでね、はい、まあ、ポジションもね、まあ、外野ピッチャー、外野内野投手内野っていうところで、うん、じゃあ佐々木なんて言ってましたか、はい、DeNA 1位、2位で投手、まあ、今永投手抜けるなら右の先発が欲しいね、うん、あと守護神候補は必要だと、うん、で野手は筒香選手が帰ってこなかったら必要になる、うん、高校生ぐらいの次の世代を担う野手もいると思う、うん、あと全体的に今層が薄いから大粒の選手が欲しいなという話をしています、うんうん、ということでね、はい、視聴者ドラフト1位希望を渡来君 で、うん、で佐々木は竹内、はい、で袴田さん常広で先生は竹内ちゃうかっていうね、はい、左取りに行くんちゃうかっていうところでね、まあ、渡来っていうところで外野、うん、だからまあどう、まあ、でもこの渡来によっていろいろ多分策は練れると思うんだよね、はい、まあ、渡来がセカンド行って牧ファーストもあるし、うん、エニオスとの練習試合で DeNA が渡来にをちょっとサードも守らせてほしいって言ったんだよね、もともと内野なんだよね、エネオスで内野がいたから外野にコンバートしたっていうところ で、はい、でサード行って宮崎ファーストでもいいし、はい、でまあ、もちろん渡来が外野行って佐野ファーストでもいいから、うん、流動性持って組めるから、まあ、どこでもポジションとしては空いてるから渡来が複数守れるっていうところでは起用法としては起用しやすいと思うんだよね、うん、でしかもね横浜スタジアムだから球場も狭いしね、うん、はい、長打もひょっとしたらね打っていけるっていうところもあって、うん、1番とかあるかもわかんないよね、うん、あそうですね、もしくは 1、2 番で桑原渡来の、うん、だからこんだけ今年頑張ったのに関根が勝負だね、うん、渡来と、うん、ね、うんうん、まあ、そこら辺はでもまあ外野に渡来、桑原、関根でもいいけどね、うん、でファーストにで佐野持ってきて、そしたらもう 1,2 番まあ関根、桑原で思い切って渡来3番とかでもいいけどね、もし打ってたらね、はい、うん、っていうところで、もう楽しみですね来季、うん、ねえ、うん、まあ、どうなるのかっていうね、はい、でも佐藤さん1位2位で投手っていうところで、うん、やっぱり2位に松本投手、そして5位に石田投手っていう即戦力取ってますね、だからこれ松本投手は多分リリーフだろうね、サイドスローだからね、うん、はい、まあ何気に数いるけどちょっとなんかねバタバタするからね、はい、リリーフも終盤森原がね、うん、後ろ行ったりとかね、エスコはもう前半ちょっと全然で終盤上がってきてね、うん、よかったとウェンデル県、うん、もあるけどもそのサイドいないからね、うん、リリーフで先発はねあの平がサイドでいるけど、はい、リリーフでサイドっていないから、うん、多分そのポイントワンポイントとかねいい アクションでこのサイドスローはうまくはまったら面白いから、はい、ね、変則のサイドスローですよね、うん、で5位の石田投手はね、はい、あの目標は DeNA の山崎康明って書いてる、あれでも先発なんか制球力タイプのなんか先発っぽいイメージでしたけどね、でこれ墓場さん推しでしょ、そう私の推し、うん、清成高校から、うん、中央大学、ね、でもこれが、うん、あの神奈川出身なんで、うん、石田君も DeNA ファンなんですよ、そうなん、はい、家族揃って DeNA ファン、じゃあよかったね、お父さんに、うん、DeNA ファンにならなかったら野球はやらせないみたいなことを言われるぐらい、うん、そのもう家族が DeNA ファンだったんですよ、そうなん、それがじゃあでもあれだよ、こんだけ応援してるのに好きな有名人乃木坂46、それは赤間さん書かれてない、こんだけ押してるのにね、そろそろ俺はもう期待してんねん、はい、プロに入った選手がそろそろ好きな有名人山田彩絵って書いてる、もう教授見られいいですよ、そういうのこんな押してんのに、もういいです、みんなだって若い女優さんとか多いから、えそんなことないよ、本当ですか、うん、デヴィ夫人いるから好きな誰デヴィ夫人って言うんですか、それはもう後々言うけど、あ後々、はい、うん、あの西武の1位の竹内選手、はい、好きな有名人デヴィ夫人、へえ、いんのよ、まあ、デヴィ夫人面白いですからね、うん、だからもう年とか関係ない、あ本当ですか、うん、デヴィ夫人だからじゃちょっと誰か誰かいないかな、はい、だからまあひょっとしたら、うん、抑え目標が山崎康明なんだったら抑えになりたいのか分かんないけども、うん、まあ先発でもね、もし全員残ったバージョンよ、うん、まあ、今永は多分ポスティングで出るんちゃうかと思うけども、はい、まあ、東でしょ、うん、バウアーでしょ、はい、大貫でしょ、上茶谷、うん、あでもリーフで平でしょ、うん、で石田、うん、浜口、うん、で後に多分浜口とか上茶谷とか、まあ、ここら辺は競争だろうね、うん、はい、ってなってきた時に、うん、先発かな、先発いくのかな、うん、かな、うん、ね、右のね、まあ、大体ね DeNA はね山崎康明がね守護神からいなくなったら弱くなるからね、うん、なぜかね、まあ、森原投手頑張りましたけどね、うんうん、でまああの武田、はい、これ二刀流なんですよね、うん、そうそう、うん、でもね俺いつも言ってたんだよ、はい、
高校生は全員二刀流だからね、うん、高校生に二刀流ってつけるのがもう俺違和感でしかない、ね、もう本人インタビューでは二刀流を続けたいっていう意思はあったみたいなんですけど、うんうん、でもやっぱりバッティングの方が評価されてるみたいですね。まあ柔らかいからね。だからもう新聞だと外野手になってるんですね。もともとはピッチャーのところでね乗ってましたけど、うんうん、ね、でも未来を担う上では楽しみな選手ですよね。そうだね、うんうん、でもあのセリーグだったらね、あの二刀流できるからね、ピッチャーやったら打席回ってくるから ね、はい、ね、あの自動的にね、うんうん、で石上選手内野手、はい、徳島じゃんね、うん、また増えた徳島、うん、徳島ちょっとずつ増えていくから勢力、そうですね、あんな小さい県なのに、はい、出身が徳島ってことですか。出身が徳島以外だった、これ今までの俺のトークは何だったんですか。だって井上くんが徳島インディゴソックスだったから、徳島商業から東洋だ。あ、本当だ、それ大学生が乗ってたよ。これ大学だけしか見てなかったから、そうそう、だからまあね、だから内野手ショートいいね、はい、ちょっと今ね、今ヤマトとかも出てたりするけども、森くんがこうね、まあ怪我もしてね、なかなか出てこないっていうところで、はい、ね、ひょっとしたらこのね、石上君がショートね、うん、バシッと取っていくかもわかんないし、はい、まあ、長打力をね、うん、もし生かして出れれば、うん、石上真希の長打力二遊間とかになってくれば、はい、まあ面白いしね。で、まああのこの井上君、はい、でもスラッガー、うん、久留米のギータ、久留米のギータ、そうなんです、久留米のギータって言われてるんですよ、内野手、はい、だからほら全体的に層が薄いから大粒が欲しい、そほら大粒、石上井上、うん、はい、大粒ね、埋めてきた、うん、埋めてきたね、うん、であとは高校生ぐらいの野手が欲しい、うん、でこれ武田君じゃないですか、うん、守護神候補、まあ石田君がどうか分かんないけど、まあ、松本君はリリーフにね、うん、多分なると思うけど、松本君面白いですよ、本当に大勢みたいな感じで、ね、うん、じゃあ守護神候補だ、うん、僕は本当にそれぴったりだと思うんですよ、うん、1年冬から大学日本代表、はい、サイドスロー、じゃめっちゃいいね、はい、ドラフト、いやドラフトいいじゃないですか、すごいねえ、うん、しかも俺の糸も組んでるしね、はい、で、袴田さんの糸も組んで石田くん、はい、あの、ベイスターズさっさくチャンネル見てる説、ね、結構押した選手入るんですよね、入るね、はい、前もね、はい、袴田さん推しの静岡のね、で2人入ってね、はい、うん、何気にさっさくチャンネル有効活用してくれてる説あるよね、そうですね、でしかも育成で先生をしてた小笠原くんもう入ってるし、入ってます、庄司君も僕ね、押してた、阪神であの青森出身やから、うん、南とどうだこうだ言ってたピッチャー、で、ここもね、内野ピッチャーとキャッチャーとバランスよくね、うん、高校生取ってて、はい、まあ、ひょっとしたらこの庄司君がね、大卒だから青森大からね、うん、ひょっとしたらこう出てくる可能性も早めにね、うん、あるけども、バランスはいいよね、バランスいいですね、非常にね、うんうん、佐藤さんの補強ポイントほぼ埋めてるじゃないですか、もうだからやっぱり見てる説あるわ見てる、うん、見てる、だからあれかもわかんないよね、はい、まあ、アナリストとかも入ってるから、うん、そういったところで、あ、やっぱ外部の第三者目線もしっかり有効的に使っていこうかもわかんないよね、はい、やっぱ一回はちょっとチェックしてる可能性ありますね、これ、いや、あるよ ね、うん、嘘言ってないからね、はい、第三者的な客観的な意見だからね、はい、あとはそれをね、内部でいろいろ調整しながらね、うん、まとめて、俺も分かりきれないとこもあるからね、はい、まとめていくのはあるけども、うん、まあ、毎年思うけどちょっと影響を与えていっちゃう、なんか見てる気がするね、こんだけドハマりなかなかないからね、うん、することね、はい、あと取った方が良かったなっていうところないよね、うん、だいたい抑えてるもんな、言ったところ全部抑えてるんじゃないですか、正直ね、うんうん、何この石上君と井上君はちょっと期待したいね、この、はい、3年後ぐらい以内までにはね、うんうん、正直ね、はい、うん、そうですね、まあ、松本君、石田君がどこのポジションに行くのかっていうのはね、そうだね、分かんないですけど、でもいいピッチャーですよね、大砲2人ね、うん、まあ武田君はね、そんな1、2年でどうかじゃないだろうけど、このまあ、渡辺君、松本君は多分普通に入ってくると思うんだよ、うん、で、この石田君がまあどうなるかっていうところと、うん、で武田君はまあまあ未来だから、はい、この石上君と井上君がこの野手でどこまで入ってくるのかと、うん、このバッティングがどこまで魅力的なのか、ちょっとキャンプで見たいよね、そうですね、うん、宜野湾にいるかな、いるね、これは行けるんじゃないですか、やっぱ見たいよね、はい、石田くん、牧選手と仲いいらしいですよ、そうなん、はい、中央で同じ中央で1、4年だったのかな、うん、なんかニュースに一緒にゲームしてた仲みたいな、へ、ね、またこういうチームワークやりやすいかもわかんないよね、うんうん、さあ、ということで、はい、DeNA のドラフト評価 S です、え
これはいいでしょ。いいです。これはもう言うことないでしょ。めっちゃバランスいいなと思いました。しかも言う通りしてるからそうですねしてねえよって言われるかもしれないけどね、はいはい。まあ、ということでね、うん、まあ、来年のキャンプも含めてね、はい、かなり楽しみなんでね、うん、またね、あと1年後またね、こたつしますんで、はい、S が、評価が下がってる可能性もね、うん、でもこれ何回も言うけど、はい、あのこれ10年後、うん、C にもなるし、うん、S にもなるから、うん、今現状での来年どうなるかと近い 2,3 年でどうなるかの評価だからね、はい、その時 D 評価だから D から10年後 S に上り詰めてるからね、すごい、うんうん、そういったところではね、この未来はどうなるか分かんないっていうところはね、はい、皆さんそこら辺は考慮してみていただきたいですね。はい、はい、ソフトバンク編です。はい今ちょっと鼻が、はい、つこまかつこまか一瞬迷っちゃって、そう、はい、っていうところでね、はい、まあ竹内くん強豪で行って外して、うん、次はね前田くん強豪のせいでも、うん、最後当たりくじ残ってたね。残ってました最後までね、はい、前田くんはソフトバンク楽天、うん、日本ハム強豪か、はい、ねえ、うんうん、そこでソフトバンクっていうところで、はい、ソフトバンクなんて言ってました、はい、まあ、確実に投手は取っていくだろうと、うん、なので1巡目は多分即戦力のピッチャーに行きそうとね、うん、あと3位4位あたりで捕手を取るっていうのもあるかもしれないと、うん、投手の1軍は150キロ投げるかがこうボーダーラインなので、うんうん、まあ、球速い系に行くだろうという、うんうん、で既存の野手は同じタイプの選手しかいないと、うん、で佐藤さんなら、まあ、1位投手、2位に大砲候補の大型内野手、うん、3位投手、4位捕手ぐらいでいくんじゃないかなっていう話でした、うんうん、さあということでね、はい、まあ、1位からね、1位はその竹内君を外して前田君ね、大阪桐蔭、うん、だから高校生ナンバーワン投手だよね、はい、評価としてはね、うん、で続いて、岩井君、はい、で広瀬君、村田君、沢柳君、大山君、藤田君、はい、で育成が8人で大泉、宮里、桜、中澤、星野、藤原、藤田、長水選手っていうところをね、うん、はい、獲得したってなってますけども、うん、1位前田君はちょっとびっくりしたね。そうですね、うん、もうちょっと即戦力系いくかなって、ね、そう、まあ、竹内をね即戦力系でいってるけど、うん、次も即戦力系でいくかなっていうところで、はい、草川君いくかなと思ったけどね、うん、正直ね。でもまあね、まあ、前田君っていうところで、うん、細野君とかもね、はい、2位とかでいくかなと思ったけど、うん、細野、草加よりも前田君の評価の方が高かったってことだよね。そうですね、そのソフトバンクの中ではね、はい、まあ、小蛇君もそうですよね、うん、その次小蛇行きましたか、うん、だから多分2位で岩井君も行ったと思うんだよね、はい、即戦力投手ね、うん、だからそこで行かなかったらもう今ピッチャーがね、うん、目に見えて火の車状態なのに、ね、やっぱ取っていって改善しないとっていうところあるから、うん、で3位でね、広瀬、昨日優勝決めて総決戦勝ってね、うん、ツーランホームラン打って、はい、っていうところで、ね、岡田さんに並ぶ20号ってね、うん、書いてました、うんうん、っていうところでほぼほぼ当たってんじゃない。いや当たってますね。1位投手、2位大型候補の、ね、大型大砲候補内野手、まあ 3位投手だから、うん、で上位3つでね、はい、投手大砲候補内野手、うん、でしかもファーストだもんね。ファースト空いてるしね、ソフトバンク、うん、だってあの野村とかファーストで出てたもんな、うん、最後らへんね、はい、そういった面では空いてるから打ちさえすれば、はい、開幕スタメンも十分ありえるよね、うん、そういったところでは。でここで4位に村田君で、この村田君と岩井君でどうにかしたいパターンだろうね、うん、で、沢柳君、大山君、もう全員ピッチャーだからね、はい、野手だって広瀬君一人だもんね。あと藤田君キャッチャーね。だからキャッチャーはやっぱりね、久喜戦力外にしたから、はい、まあ、最低でも1人取っとかなきゃいけないっていうところで、うん、まあ、1位高卒ですけど、その他のピッチャーはみんな即戦力ですからね、うん、まあ、こうね、どうにかしなきゃいけないパターンだからね、うんうん、そうですね、まあ、そういったところではまあ分かりやすい、今のチームをね、うん、の足りないところを分かりやすく取ったドラフトだったんじゃないのかなっていうところはあるけどもね、うん、はい、でしかも内野もね、あの同じような選手って、まあ、右投げ左打ちの中距離ヒッターの小粒型ばっかりなのよ、うん、でそこでね、これパンチ力ある広瀬君を取れたっていうところは非常に大きいとも思うし、うん、まあ、ソフトバンクはね、4軍制があるからね、はい、育成をね、8人も取ってるっていうところもね、うん、まあ、あるけども、全体的にバランスは良かったんちゃうかって思うけどね、まあ、だからもうね、来年どうにかしなきゃいけないんです、ドラフト監督変わりましたけど、うん、うん、でもあれですね、慶応の選手結構ソフトバンク好きですね。まあ、柳町、正木、はい、うん、そんなにこう今野手の慶応の人ってそうこう球界にそんな多くない中でソフトバンクに3人っていうね、うん、そうだね、うん、好きだなってなんかイメージありますね。
まあでもまあね、結果を残してるからね、はい、20本だもんね、はい、ホームランね、うん、大学通算ね、うん、っていうところでもね、まあ、ここがプロに入って、まあ、どうなるのかっていうね、はい、ところはあるけども、楽しみですね。これも広瀬が大活躍していったらもうリチャードいらなくなるね、正直。確かにタイプ的には似てるからね、ポジション的にも ね、 だからリチャードも勝負だね。ピッチャー 1、2、3、4、20歳以上4人だもんね、はい、ピッチャー取ってんのかね、うん、育成でも結構駒澤大学、うん、徳島インディゴソックスとか、うん、BC 大泉ね、うん、ソフトバンクはもう4軍を賄わなきゃいけないからね、うん、育成やっぱ数取らなきゃいけないからね、はい、あと試合がそんな慣れないからソフトバンクは何気に、はい、うん、結構きっちり70人近くまで行くからね、はい、あの支配下ね、枠をね、うん、だからあれすればいいのにね、支配下で取る人数以上は、うん、あの育成取っちゃダメっていう、だから支配下が5人だったら育成は4人までっていう、はい、ああ以上取っちゃいけない、ね、ないっていう。でも育成って何人抱えてもいいんですよね。そう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 、うん、でもまあね、去年の動画で言ったけど、はい、取りすぎちゃうとね、うん、あの本当あの買い殺しにもなるし、うん、あとアマチュア野球界がね、その良くなっていかないっていうところと、うん、あとは俺今年のドラフト全部見て、はい、一番思ったのが独立リーグがめっちゃ多いって。多かった。しかも2位もいるじゃんね。2位に2人いますよ。ロッテのね、うん、あの大谷くん、はい、ところと阪神のね、シーバくんっていう、うん、その独立も上がってきて、で今だったら来年からね2軍も2チーム、はい、独立リーグ系が増えるわけじゃんね、うん、ってなった時にこういう風に独立でも頑張ったらこうプロに入ってこれるわけじゃんね、うん、ってなった時に育成であんまりその前に抱えすぎちゃって、うん、みんなやっぱりプロ行きたいから志望届出すじゃんね、はい、まあ俺の見解だけども志望届出しすぎちゃうと、うん、その絶対かかるような選手は出した方がいいけど、うん、これかかるかかからないかわからない、いや9割かからへんやろみたいな選手もやっぱひょっとしたらに 10% にかけて出すじゃんね、うん、はい、志望届をね、うん、でそうなった時にそれまで来てる大学とか社会人とかオファーを、うん、が来てるけども、いやちょっとドラフト待ちたいんでってなった時にそれは上位指名されるような選手は待ちますって言ってくれるわけよ、うん、でもそういう選手は枠もね、大学は社会人側も枠あるから、うん、そのためにやっぱ取っとけないから、はい、違う選手に与えると行き場がなくなるわけよね、うん、ドラフトでかからなかったら、はい、でそういう人たちが多分独立リーグに行くと思う、うん、だから独立リーグのレベルも上がってきてる中であんまり育成ね、そのチームのためにはいいけども抱えすぎちゃうと、うん、こういう風に独立行ってもすぐこのねドラフト上位で入ってこれるっていうところがあるんだったら、うん、そっちを選択肢も与えて独立リーグとか社会人とか大学のレベルを上げることによってプロ野球のレベルも上がっていくから、うん、ね、そこら辺も、まあ、難しい問題だけどもそろそろ考える時期ちゃうかって正直思うけどね、うん、の人数もまあ決めていくとか支配下以上は取っちゃダメっていう、あ、まあ、そしたら膨大には増えないですよね。そうそうそう、うん、育成取りたかったら支配下も取らなきゃいけないっていうね、うん、なるほど、うん、ってなったら選手たちもそれによって支配下で取ってくれる可能性があるわけじゃん、うん、育成じゃなくて、はい、だ選手たちも嬉しいしっていうところの改革も、まあ、多少なりとも必要になってくるんじゃないのかなっていうところはあるけども、まあ、ソフトバンクの全体のドラフト見ると来年勝てないといけないんですドラフト。そうですね、即戦力多く取ってますね、うんうん、でもここら辺がハマってこないと、まあ、あとはもう、うん、その FA とか移籍だね、はい、ホークスはね、うん、ね、まあ、今年結構ねやっぱ一番の目玉はもうバウアーじゃないの。バウアー残留なのかホークスなのか、はい、うん、だってお金で言ったらもうね、はい、ホークスに勝てないから、うん、だからそこら辺はどうなるのかによって多分大きく変わると思うんだよね、うん、で前田君とかが3年後ぐらいにね宮城とか山下俊平太みたいに出てきてくれればね、うん、めちゃくちゃ大きいしね、はい、だから和田がいるからね、和田にいろんなことを習ってやっていけばね、うん、いいお手本いるからね、前田君にとってもソフトバンクは良かったんじゃないのかな、うん、和田投手みたいに長く投げられる秘訣を聞きたいみたいなことを早速言ってました ね、うん、だからそこら辺ねトレーニング法とか学んだりね、うん、やっていくとその前田君にとっても環境としてはいい環境に入れるけども、はい、和田一軍にいるからね、はい、あ、確かに行かないと一緒のこと学べないから、はい、だからそこら辺もまあね本人頑張ってっていうところもあるしね、うん、まあ、広瀬君にはどこまでねちょっと最近慶応出身のね野手があんまり大砲系で育ってないっていうところもあるからね、はい、吉野さん以外いないんちゃうかっていうぐらいね野手ね、うん、だからそこら辺は ね、どこまで頑張れるかっていうところは楽しみだし、うん、村田君もねもうちょっと上位なんちゃうかっていうね、はい、ところもあったけど、まあ、4位でね4位になってしまったのか4位で取れたから良かったのかっていうところもあるけども、うん、まあ、そこら辺はね随時追っかけて見ていきたいなっていうね、だからこの 1,2,3,4 4人のね試合下の20歳以上の
ピッチャーたちが、はい、どこまでホークスの今ね、うん、投手陣に食い込んでいけるかどうかで来年のねホークスの順位はね変わってくると思うんで、はい、まあ思い切ってねピッチャー中心の編成をしたっていうところでは非常に良かったと思います。はい、では、はい、評価、はい、評価は B です。 B、はい、その心は。そうですね、やっぱり一巡目に竹内選手が外しちゃったっていうところがね、うん、っていうところがあの来年に向けてはもうワンジャンプいけたんちゃうかっていうね、うん、ところはあるかなっていうね、はい、ところがあるんで、うんうん、まあ、そこら辺はねやっぱこの前田君が悪いわけじゃないけども竹内選手をいけるかいけないかによって来年の投手陣の層の厚さがね、はい、変わるから来年1年間だけで見てると、うん、まあ、B なんかなっていうね、うん、ところはありますね。まあ、その分今井君ね頑張ってほしいですね。そうそうそう、でも構成はめっちゃ良かったよ、はい、ドラフトの来年のためのという、うん、とか未来のためにも含めて構成上はすごい俺は良かったと思う、はい、正直ね、うん、はい。さあドラフト通信簿、はい、広島東洋カフェねえ、はい、重複で、うん、常廣投手、はい、獲得ででも2球団だったね。ねえ、うんうん、もうちょっとねするかと思ったけども竹内くん人気がね、うん、当初よりやっぱりありましたしね、うんうん、でも竹内くんも3球団だから3球団楽天とだから、まあ、あとはやっぱりねあのオリックス阪神が単独で行ったっていうね、はい、うん、ところが、まあ、あるけども、うん、まあ、そこをねしっかり獲得して高、滝田、中田、赤塚、うん、そして杉田、佐藤、杉原っていうね、うん、ところのドラフトになりましたけども、はい、なんて言ってましたかカープは、はい、はい、クリーンアップ候補のサードが欲しいと、うん、林は必須ですね、うん、で投手は左のリリーフが欲しい、1位野手なら2位3位は大学社会人投手で、下位はまあ地元枠いつも取るからそういうところもあるんじゃないかと、うん、でパンチ系の高卒野手も欲しいところ、キャッチャーはいらないって言ってました、うん、絶対いらないっつって絶対いらないいるからねっていう、まあ1位はね常廣君行って、はい、抽選当たってね、うん、で2位高、ね、私これ当たったんですよ、2位に高投手持ってきた方がいいっつって、ねえ、うんうん、俺もこれ見て投手は左のリリーフが欲しい、うん、リリーフなんかな左、あとはもう黒原とかね、あの 1D コンビをどうするかだね、うん、左のね、あとまあ玉村とかね、うんうんうん、とかをどうするかっていうね、はい、ところでで、滝田、うん、ね、清佐道都大学のこれも左だよね、でもっと上位で呼ばれるかもっていうぐらいのピッチャーでしたよね、うんうん、で、4位が中田、うん、はい、内野手ね、うんうん、大型一塁手、はい、パンチ系高卒野手も欲しい、おあれカーブも見てるせさ、カーブも、うん、カーブもサトちゃん見てる、サトちゃん、サトちゃん、サトちゃん見てるせさあるで、うん、はい、で赤塚選手、うん、ね、お静岡じゃん、はい、箱丸さん言ってた赤塚君知ってた、いや私これ出身が静岡って知らなかったんですよ、ね、中京高校から行ってるからね、そうなんです、そうなんです、ちょっとこれ見落としたんですよ ね、 ね、最速153キロの直球とツーシームが武器の大型右腕、はい、通算16完投を誇り、うん、2年役位、3年春には登板全試合で完投した、うん、大学日本代表だって、はい、すごいじゃんね、うん、だから何かダメなとこがあるんだろうね、その力あるけども、はい、じゃあ制球なのか、うん、何かもしくは変化球があんまりなのかっていうのがあるかもわかんないけど、はい、力強さね、育成、はい、育成のねこの3位の杉浦、杉原、京都国際、杉原、あ、杉原、未来君、うん、これも京都で無双だったんだよね、はい、うん、俺見てて、うん、テレビで、はい、この京都国際の杉原を打てるかどうかだから、はい、杉原対策みたいなのやってて、うん、なんかベスト4かなんかで負けちゃったんだよね、でもあの結構評価高いみたいな、うんうん、だからまあね、育成だからちょうどいいんちゃう、未来に向けてね、うん、育てていくっていう部分ではね、うん、はい、正直ね、あ、静田いるじゃん、そうだ、静岡のゴジラがここで入ったんですよ、静岡のゴジラ、はい、ね、佐藤圭介内野、そうです、しかも、うん、育成1位の杉田君も、そうそう、日大国際、静岡なんです、西島だもんね、はい、うん、国際関係学部って、うん、だ静岡関連3人も取ってるもん、うん、あれこれ見てるせ、袴田さん、あ、じゃああれか、好きな、え、なしって書いてる赤塚君好きな人なし、なし、はい、うん、でも前ね、私ここで推してた静岡の二俣くんっていうキャッチャーも広島前ね、うん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 、取ったりとか、うんうんうん、これちょっと説ありますよ、そうだね、やっぱ東海道線つながってるからかな、はい、結構見たこともつながってますよね大阪もね、うん、神戸も、はい、でもまあめっちゃ良かったんちゃうね、うん、いや、いいと思います、正直ね、ピッチャーより内野一人っていうところでね、うん、まあ今だから西川の FA 問題あるけど、はい、まあ、俺はせえへんのちゃうかって思ってるけども、うん、まあ、内野陣はマクブルームがあの戦力外になったっていうところで、はい、
まあ、デビッドソンがファースト行ってもいいしね、うん、サードがいないんだよねこれっていう。だから田中康介とかやってたりしてたけども、うん、あとも林とかね、はい、だから育ってくれればいいけどね、はい、この中田くんとかね、うんうん、であとはだって、まあ、小園がねもう大丈夫でしょうっていう、はい、でセカンド菊池でしょ、うん、で外野が西川秋山で、野間でしょ、うん、聖火でファーストとかもあるのかな。いけるでかいしねしかもね、はい、うん、うん、上3人がこんだけいいピッチャー取れたっていうのは大きいですよね、うん、いやもうピッチャーさえどうにかなったら優勝いけるからね、うん、だから西川出ていかなかったら、いやカープはこのドラフトも来年また優勝予想近くなるんちゃうかっていうようなね、うん、ところでこの3人取れたらちょっとそれはちょっと真鍋君いけないよな、いけないですね、順番的に言うと、はい、だから4位でも良かったんだったら取ってってくれてたよな。確かにそんな感じしますね、うん、正直ね、うん、この上位3人がだからもし常色くんが取れなかったとしてもピッチャー行ってるだろうから、うん、こう取れたんだったらそれはちょっと真鍋くんいけないなっていうところで4位までだったらいけてたね、いけた気もしますね正直ね、うん、ここで中田くんを指名するっていうところはね、うん、そうですね、うん、でもまあパンチ力系あるのがね必要だから、はい、うん、そういったところでもねしっかり取れてるっていうところもあるしね、うん、はい、で佐藤君もパンチ6系でしょ、うん、だからなんかもう明確に今いない選手をしっかり取れてるね、うん、キャラクター的にはね、はい、まあ、ピッチャー陣も含めてね、うん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 、でいいんじゃないですかねえ、うん、あとやっぱ広島にいいなと思うのが、うん、あのこれプレーキューニュースでもちょっとプチ情報で入れましたけど、うんうん、高くん、うん、芸人になりたかったっていう、うん、野球やってなかったら芸人になりたかったって言ってたぐらいなので、うん、多分すごいねユニークな性格してると思うんですよ。でも好きな有名人なしやで、こう芸人書いててほしかったよね。本当ですねなりたかったら。そうですね、うんうん、広島はこうあれ自己紹介動画みたいなのあるじゃないですか。あるね、あれ3つも変動とかってやればね、うん、面白いかも分かんないしね、ハマると思いますよ、うんうん、しかもあの常色くんも森下と同郷なんでしょ、大分だからね。あ、そうですね、うん、そういったところでは関係値もね、うん、作ってるし、うん、いや完璧だったんじゃないの、ね、ドラフトね。常色くん引いた時の新井監督のもうねすごかったですねっていう、もうやっぱり広島に入るためのみたいなね、常広常に広島。あ、そう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 、常に広島ねうまいこと言いましたよね。下がっつ言ってたからね、下がっつ、うん、いやだからめちゃくちゃ良かったよね、うん、状況的にはね、はい、ということで、はい、評価は広島の評価は S です。おお、これも S ですから、はい、はい、S、 いやうまくはまればえげつないよ、うん、こう2位も完璧だしね、うん、武田君とかハム行くかと思ったけどね、北海道出身だからね、うん、ねえ、うん、S コンでバイトしとったみたいですからね彼。そうなんだ、そうなんだ、北広島に学校があるみたいで、うん、お母さんが去年亡くなってね、うん、契約金でお学校であげたいって言ってたから、兄弟がすごい多いんだよね、うんうんうん、これで頑張ってねもらって、でも左枠空いてるからね、そうですね、カープはね、うん、本当にめちゃくちゃいいとこだと思うし、うん、あと育成のこのね杉田、佐藤、杉原ね、うん、この3人がいつ上がってくるかも何気にちょっと注目してるね。楽しみだな、うん、楽しみですね、ねえ、うんうん、あとは何気にねこの陰に隠れて5位の赤塚くんが一気にスターダムでパワーピッチで上がってくる可能性もあるからね。やりますよ、うん、まあ、中田君はね将来的にだからね、はい、まあ、最近沖縄出身の選手もね頑張ってるからね、はい、そういったところでね期待値も高いというところで、はい、かなりねもう来年速攻性あるからね、うん、このドラフトは、はい、来年優勝しますドラフトだね、うん、カープはね今年ねあと1個でしたから、うん、そうそうそう、だからぜひねこの投手陣を引っ提げてどこまで頑張れるか、だからこの3人のね活躍っていうのもかなり重要になってくるしね、はい、しかも去年ね川野で増田っていうところの右取ってるから、はい、こう左ちゃんと抑えてるっていうね、うん、ところも去年から通じるドラフト的にも横の軸で考えてもめちゃくちゃ良かった、ね、なるほど、うんうん、だから去年はだって増田、川野、長谷部だから、はい、で上は斉藤君の高校生っていうところだから、はい、でそれでも今年速攻性持ってやりたい、ちょっとあの、うん、森黒羽がもう一歩こう出てきてくれない、うん、あ黒原ね、もう一歩黒羽じゃない黒羽だ何が混ざったんだ黒羽キャッチちょっと常広隼人の羽にちょっと持っていかれたね、持っていかれた、なるほど、うん、だから黒原森ね、はい、ここら辺がもうちょっとグーッとねもう期待値よりも上がってきてくれないっていうところでね、だからこの滝田、タカで、うん、
その森黒原抜かれたらもう行くとこなくなるから、うん、こいつらも頑張らなきゃいけないからね。そうですね、うん、お尻に火つきますもんね。そうそう、そういったところでは、まあ、ピッチャーどうにか補強したいというところで、うん、この2年セットでみたいなね、うん、だからここでね負けた人はもう脱落よ、はい、正直ね、うん、あの去年で納得してくれないっていうところだしね、うん、増田川野がもう一つ上がってきてくれないっていうところでね、うん、また高塚君とかを取ってるっていう可能性もあるから、はい、ね、去年のドラフト、まあ、開始名だったからね、うん、そこに葉っぱをかけると同時に生き残りをかけたサバイバルでもあるけども、はい、非常に来年ね、のカープが楽しみになるようなね速攻性のあるドラフトだったんじゃないのかなと思います。楽天編でーす。イエイ、来ました楽天編。はい、楽しみね。え、うん、育成取らなかったからね。ねえ、うん、でも試合が8人取ったから最多だもんね。最多です。8人はね、はい、うん、あのドラフト1位からは常広行って外して、うん、前田行って外して、うん、で、コジャ、はい、1位ね、うん、東洋カーマ、はい、2位が、ま、酒井、うん、で、日向、ウォータース、理解、ジュミル、うん、はい、松田、中島、そして大内、青野っていうね、はい、8人のドラフトになりましたけども、うん、ね、どうですか佐々木、なんて言ってましたか。佐藤さんはですね、はい、まあ、100% 投手を取ってくるだろう、うん、もうまあ中心にね、うん、で毎年取ってるけど、まあ、なかなかこう出てくる人がいないよねっていう。で若い外野手は取ってもいいかもしれない、うん、でやっぱりもうとにかくすぐ使える先発を、うん、ただ楽天はトリッキーなドラフトをしがちだよねとで石井監督のまあ進退次第で方向性が変わる可能性大ということですけど、まあ、石井監督はね残ったという、うんうん、そうだね、うん、残ったからね、うん、まあ、方向性は多分同じっていうところでね、はい、トリッキーなドラフトですですか。トリッキーな全体的に。佐々木は前田君行くんちゃうかと、はい、って言って、まあ 2回目でね前田君行ってるけども、うん、で墓場さんが細野、私細野君行ってほしかったなと、で先生は村田、はい、ね、で視聴者希望ドラフトは細野1位、2位が西舘だったから、うん、常広外して細野君行っててもよかったかも分かんないよね、うん、そしたら細野君は絶対取れたから、まあそうですね、だからロッテのパターンと一緒だよね。ここは戦略ミスだろうね、うんうん、まあ、小坂にももちろんね期待はま、まあ、もちろんもちろんもちろん、うん、はい、でもまあうまくいったらね、うん、楽天2巡目も早いからね。そうなんですよ、ね、うん、2巡目でもね小蛇君と両取りしてたらもっと最高だったしね。そうかもしれない、うん、ドラフト1位でも2位でももうそんな肩書きだけだから入ったらこっちのもんだからね、うん、正直ね、はい、で、まあ、ここはまあ即戦力絶対いるからね今の楽天のピッチャー陣でいうと、うん、やっぱマー君岸、うん、もうベテランの域に達して、はい、まあ、なかなか絶対10勝っていうのもなかなか言いにくいっていうことになってきて、うん、はい、で則本もベテランの域に向かおうとしている、うん、まあ、藤井は最後ちょっと良かったね、はい、で、まあ、早川、うん、もう、まあ、頑張ったけどなんかちょっとなんかみたいなね、ローテーションがやっぱ守りきれずというところでしたね。で滝中は今年全然ね、うん、ダメだったっていうところもあって、まあ庄司投手、うん、途中からよくちょっと出てきたかなっていうね、うん、でもこう絶対的な人たちがもう育ってきてないのよ、まあ、先発陣 ね、うん、っていうところでは、はい、まあ、こう1位でね、まあ、即戦力候補のこのね、うん、コジャ選手ね、ゆったりとした間のある独特のフォームから伸びのある直球やチェンジアップ、うん、スライダーを投げる能力の高い左腕、はい、しかも楽天は、うん、なんかあの編成スカウト担当、うん、愛嬌、はい、俺同級生だから、はい、大学の時は、ね、もう結構偉くなってて、はい、うん、だから頑張ってほしいけどね、うんうん、で2位に、はい、高校生滝川にこう酒井で、3位に東海大菅生高校生日向、はい、で4位に、日本ウェルネス沖縄からウォータース内野手、うん、で5位に大卒第3代松田、うん、で6位に青学中島な外野手、はい、7位にウェルネス宮城大内投手、うん、で8位に、日比内野手、うん、青野、ほぼ高校生。いやそう、私もちょっとそれはねびっくりはしたんですよ、うん、即戦力のピッチャーで言ったら小蛇投手と、うん、あと、まあ、5位の松田投手、うん、でもこうもうちょっと上に即戦力取ってくるんじゃないかなっていう予想はしてたんですよね、うん、だからまあ、うん、これドラフト見た時に、はい、勝負は5年後っす、うん、っていう。5年後ですか。いやだって来年どうにかなんないよね。まあ普通に最近のプロに入ってくる選手の傾向を見てくると、はい、高校生から一発即戦力ってもうまあないじゃん。ないです、ね、ほぼないじゃん、うん、体力もないし、はい、下手したら2軍の試合にも出さないじゃん、うん、っていうような感じで言うともう大卒以上に限られるわけよ、うん、ってなった時にコージャか松田か中島、この3人どうかなんだ。そんないきなり今年4位、まあね、ギリ4位だけどね、うん、一歩間違ったら2位だったけども、はい、まあね、1位の、うん、あのオリックスが独走してるっていうのもあるけども、はい、うん、このドラフトだけで、うん、それでもよっぽど
外国人の、はい、もう超活躍する投打にわたっての選手、うん、取ってこない限り、うん、来年どうにかしますドラフトには見えないよね。あ、そうですね、もしくはだから FA か外国人の補強で、はい、まあ、来年の戦いはこの 2つでどうにかしますよと、はい、だから別にドラフトは未来に向けてのドラフトにしますって言ってんだったら意図は分かるけども、はい、でもここ最近の外国人もまあほぼほぼ活躍せんやん。当たらないですね。当たる当たらないより試合出えへんやん、うん、出ないですね。1点すカスティーヨもう1打席目、いや今年に限ってはゼロゼロ。もう何やってんねんお前、俺のあのゲームどうしよう。最後の方ちょっと出ましたね俺のゲームどうしてくれるんやっていう、っていうところで外国人もほぼほぼ活躍しないじゃん、はい、ってなってきた時に、うん、もう来年とかじゃないのかなっていうね。正直だから、うん、2位も、はい、ホークスが取った岩井でロッテが取った大谷とか、うん、もいたしね、うん、C は、はい、もういたから、はい、その2位でも即戦力ピッチャーいたと思うね、うん、でもやっぱ酒井くんが欲しかったってことなんですね。どうしてもね、うん、欲しかったんだろうね。なんかスカウトの評価ではもう将来の楽天の三本柱になり得る投手っていう、そう、いう評価なので、うん、未来に向けてですよね、うん、酒井くんは。だからやっぱ3年から5年後ぐらいのチーム構成を考えてたドラフトだったら、うん、俺は分かるんだけども、うん、来年じゃないよね。もう私はこう解釈しました、うん、去年取った即戦力のピッチャーたちを信じようと。おお、庄司駒子ね、庄司駒子、そして伊藤真央、渡辺翔太ってこうやっぱり即戦力結構取ってるんで、うん、そこがもっと伸びてくる。そして内星龍っていう新しい、ね、うん、3年目が出てきたんで、うん、そっちがそのがこう先発に行くんじゃないかな、うん、だからそこが行かなかったら ね、 そうですね、結構苦しいよね。伊藤真央、渡辺も後ろじゃん。はい、後ろです。後ろはでも松勇樹が抜けるから。そうなんですだから多分俺は伊藤真央が一番後ろ行くんちゃうかっていう、そこがですか。の方が良くない。渡辺翔太よりはもうリーフで、うん、8とか7、え、右だよね伊藤、はい、だから行くんちゃうかみたいな、もしくは外国人呼んでくるかみたいな、うん、補強でも必要ってなったら、そのところにうちも入っていかなきゃいけないから、はい、簡単に前行かせれないと思うんだよ、松井がいなくなったことによって。でもこう最後の方いつも3イニングとか投げさせてたんで、うん、あ、先発かなみたいな、いずれ。でもその役がいなくなるよ、その役を。多分その役を多分安楽がやってたのよ、あ、その前は。そうですね。でそこを多分補うようになったから、はい、それがでも安楽前行かないじゃん。でそこがいなくなったら、はい、そこに誰かまたいるようになるね、はい、で考えたら、うん、今の後ろから前とかしたらまた後ろ弱くなるからね、はい、いや駒子とかもっと出てこないとね。駒子投手出てきてほしいですね、去年のね、うん、だからまあ袴田さん言われるように、やっぱ去年のドラフトをしっかり今年に向けてそこを構築してたら、そこがもう自信あるから、はい、今年はそんなにいりませんよっていう可能性もあるし、うん、はい、ひょっとしたら全体的には3年後5年後見据えてチーム作りしていきますよっていう可能性もあるし、うん、はい、でそうなってきたら監督今2年契約だから、はい、いやかわいそうだなって思う。あ、まあ、そうですね、そう2年でお前結果出さないと首だぞってなったら、育ててる最中 のただのこうね、つなぎの監督になっちゃうじゃん、うん、そしたらかわいそうだから、はい、そのね、2年契約だったら2年契約でも俺は別にいいんだけど、うん、その2年で結果出せるように周りもバックアップしてやってほしいよね、うん、まあ、そうですね。そうじゃないと、あの結果出せる B, か B クラス B クラスだったんで首ですって言われても、うん、いやいやいやってちょっと俺はゴリが後輩だから思っちゃうけど、はい、はい、だからそういったところはどうなんだろうっていうところもあるし、まあ、袴田さんの意見もそれはそれであるかもっていうね、うん、ところもあるんで、はい、まあ、そうなってくるのが一番望ましいけども、うん、そうですね、若干いや10年後、うん、ワーオードラフトになってる可能性あるからね。いや、そうですね、ワーオー、うん、おウォーターすごいみたいな、なってるか、うん、あ、ポジティブワーオーもあるけど、ネガティブおーみたいなもあるからね、そうですね、5年後10年後ね。でも私的なこうやっぱちょっと推しがいて、うん、あの日向直樹投手、うんうんうん、あのすごい体が大きいピッチャーなんですけど、うんうんうん、ちょっと顔がマークに似てるとも言われてるんですよ、うん、190センチ110キロぐらい確かあると思うんですけど、まあこの写真は似てない写真似てないあのもう甲子園よりもずっと前のインタビューの動画見てたんですけど、うん、そしたら憧れの選手はっていうので、うん、あの田中将大投手って言ってたんですよ。別に縁もゆかりも東北にないと思うんですけど、でこの楽天にかかるとも知らずに、うん、あの2013年の感動したん で、うん、で将来にはメジャーに行きたいですっていうこと言ってたんで、うん、私はもう
マー君になるんじゃないかって信じてますよ、うんうんうん、まあ、そういった面ではでもこうね酒井、日向、ウォータース、大内、青野はもう3年後、5年後ね、うん、だから若いのがいないのかな、もう楽天は最近結構即戦力多めに取ってたんで、そう若い育ってくるやつがいないのかな、うん、そういったところでは確かに今こうあれじゃないですか、うん、下からの突き上げってあんまりないんですよね、うん、からそこら辺をね、だからまあ黒川とかもね、うん、はい、武藤選手とか武藤とかもなんかパッとしないしね、うんうん、そういったところではねそこら辺の突き上げをまあ頑張っていこうってしてるのかも分かんないけどね、はい、だから即戦力に頼りすぎたから、うん、まあ、1回原点戻ってしっかり育成からチーム的にしっかりやっていこうっていうところの方向転換なのかもしれないけどね、なんかそんな気はしますね、うん、ポジティブに見るとね、うん、逆にネガティブに見ると、まあ、このドラフトだけで来年優勝とかどうのこうのとかは全くないねっていうね、うん、そうですね、ように見える、うん、ていうかまあそれは18歳からいきなり難しいからね、はい、中島選手ね足も速くていい選手だと思うけど、うん、外野手の一角に入っていけるかっていうね、まあ競争は激しいですね、うん、っていうところもあるし、うん、今の外野手もそこそこ頑張れてるから、まあ、今年も小郷、辰巳、まあ、島内も終盤良くなってきたしね、はい、で岡島はもう、まあ、いてね、うん、でまあ外国人もひょっとしたら来るかも分かんないしっていうところで、うん、多分ね中島が頑張って出ることはあってもそこまでチーム状況に大きな影響を与えないと思うんだよ、うん、どっかがいないっていうことがないからね、はい、で増田選手ねスタミナが武器、うん、だからまあ先発の一角ね、うん、に入ってこれるかどうかっていうところだからね、出てきてほしいな、うん、だからまあ、うん、楽天のドラフト評価は B です B、うん、来年ね、うん、これ5年後10年後 S になる可能性もすごいあるからね、高卒先輩言うから、はい、うん、これ何回も言うけどこれ来年に向けての評価だからね、はい、こう3年後とかの評価じゃないから、そうですね、酒井君、日向君がもうめちゃくちゃ10勝ずつね2人やったら勝てる可能性もありますから、うん、5年後10年後は S になる可能性あるけども、まあ、来年だけのことを思ったら、うん、まあ、このドラフトだけで絶対優勝できるっていうところもないから原点帰って育成しっかりやっていきますドラフトっていうところではね、うん、これはもうあの高校生多くなってくると B だからね、はい、来年に向けてはね、うん、まあ、そういったところのドラフトのようにね、うん、見えました。だからちょっとトリッキーなドラフト、はい、そうですね、うん、まあ、あともう一人ちょっとちゃんと推しをねちょっと伝えといていいですか最後、うんうん、あの中島君私の後輩になるんですけど、うんうん、あの外野厳しい中でもすごい期待してるのは、うん、今年青学日本一、うん、大学選手権優勝してるんですけど、うんうんうん、やっぱり今年ってピッチャーがめちゃくちゃ豊富な年だったじゃないですか、うんうん、とうとう、うん、特にでやっぱ打ってきたバッターなんで、うん、私は期待してます、うん、打てるんじゃないかと、好きな有名人山本舞香さんです。はい、はい、いいですそこは、はい、頑張れドラフトチェックス中日ドラゴンズイエイ、はい、ということでドラゴンズです、はい、で1位渡来君、うん、公表していったけども、はい、3球団重複して外して、うん、で次の、ね、草加君を、ね、引き当てたっていうところでね、はい、ドラフト1は草加君で津田君、辻元君、福田君、羽生君、加藤君行って育成が日渡、菊田、小田、川上、はい、4選手という、ね、うん、ところになりましたけども、はい、中日さんの時何て言ってましたか。補強ポイントは完全に野手、はい、まあ、1位は野手行くだろう、はい、まあ、これ、公表前でしたからね、はい、はい、で今年内野を1位で取ったらやばいと、で去年のドラフトが大失敗と言っているようなものだよと、で未来に向けての高卒の投手は取った方がいい、うんうん、なので、まあ、佐藤さん的に1位2位は野手でもいいかな、うんうん、で3位ぐらいに高卒の投手下位でまた投手取るぐらいでいいんじゃないかと、うんうん、はい、で捕手は1人は絶対取らないといけない、ただし、うん、4位とか5位とか、まあ、下位の方で取ろうという、うんうん、まあ、人がねいないからね、はい、視聴者希望選手はね、うん、1位竹内、はい、で2位が渡る、うん、で佐々木はもう真鍋君1位でもいいんちゃうかっていうね、はい、あとは仮想ドラフトでは上田君ってね、袴、うん、さんは鈴木、新妻のキャッチャー、この2人推しだから、はい、推しだったので下位とかでもね、はい、どうですかっていうね、うん、新妻君プロ仕事置いて出さなかったんですよ ね、 そうだね、うん、で先生は渡来、上田の1回1位1位で酒井君、うん、高卒いいですよっていうね、うん、楽天2位の、うん、ね、私1位予想してなかったんですね、してなかったんだね、はい、うんうん、っていうところで1位はね、うん、まあ、草加君っていうところで、はい、俺だから渡来君、うん、どう使おうと思ったのかなっていうところで、うん、俺はもし渡来君を外野っていう計算上で行ったんだったら、うん、上田君外れ1位でも俺は良かったんちゃうかって思うんだよね、まあ、野手欲しいんだってうんうん、地元だしね、はい、でもここで草加君に行ったっていうところで、うんうん、ひょっとしたら渡来はセカンドで考えてたんちゃうかっていう、
セカンド内野、外野じゃないって内野として考えてたんちゃうかっていう、うん、だってもし野手で外野だったら上田でもいいわけよ。いいですね、うん、正直ね、うん、パンチ力もあるし、うん、っていうね、うん、ところで、でも2位にもう次ピッチャーに変えたってことは、うん、で2位3位を津田君、辻本君で両方内野内野いってんのよ。これだ、内野が欲しかった、内野が欲しいんだよ。で去年も1位がなあ中地で2位が村松、内野、はい、うん、だからもう我慢、もう内野ばかーって言ってんだよ。だって去年内野3人取ってるんですよ。いやだってもう、はい、津田、辻本、うん、村松、田中美希也、福永、うん、同じキャラだよ。村松は左、村松は左だけど、左だから、うん、でも同じキャラ的には、はい、別に長距離砲とかでもないし、だいたいなんかフィールディングもよく、うん、足もある、はい、中距離アベレージヒッターですよみたいな、うん、一緒。これはちょっとロッテもあったガチャシステム導入ですか。ガチャシステム、うわ、当たりを引くまで、はい、だから俺は外野は取った方がいいかなと思ったんだよね、うん、正直。だからまあ岡林と細川は確実でしょう、はい、うん、でも細川も2年連続いいかどうかまだ分かんないからね、うん、大島もいるけど、まあ全試合は出ないでしょうと、うん、いったところで、まあその前の前のドラフトのブライトと鵜飼でいけますからっていう、いやもうそこだから信じてるんですよ、出てくると、出てくると、うん、であとはもうそしたら、まあ去年ね秋に取ったように、うん、外国人を外野ね、うん、どっか取ってくる可能性も、はい、十分考えられるよね、うん、はい、でもちょっと外野も層薄いんだよね。しかもだって代打もちょっとパンチがないんだよね、宇佐美とかが来てね、宇佐美代打とかだったらいいんだけど、そうですね、うん、うん、ね、とかだったらいいけども、ちょっと代打も薄いっていうところで、外野は取った方がいいかなと思ったんだけど、外野誰も取ってないんだよねって考えると、はい、やっぱ渡来は内野として取ったんちゃうかっていう。ああ、なるほど、うん、だもし渡来取れてたら、うん、まあ、外野でもいけるし、やっぱ内野みたいな、うん、でもひょっとしたら、うん、渡来津田行ってたかもわかんないよね、1位、2位で、うん、で、まあね、3位にピッチャーみたいな、うん、だまあどう考えても、うん、今年のドラゴンズ見てても、うん、あんな素晴らしいピッチャーが全員10敗みたいな、はい、まあ、打撃が薄いって言ってるのもんじゃん、はい、そういったところではやっぱ打撃をどうにかしていかなきゃいけないっていうところで、うん、俺はやっぱ上位で野手を取った方がいいんじゃないのかなって思ったわけ、はい、でピッチャー陣は FA 抜けないって考えたら、うん、大野柳ね、で小笠原いて、うん、梅津もね、はい、怪我から復帰してきて、で中地もね頑張らなきゃいけないし、高橋宏斗もいるしね、うん、だからまあいい形で充実してきてるところで、うん、その次に向けての若手も育てていかなきゃいけないから、うん、まあ、そこで高卒の、ね、ピッチャー取った方がいいかなっていうところで、この履正社のね、はい、福田君っていうところはあるけども、うん、まあ、下位でね羽生君、加藤君をねピッチャーで取ったっていうところは、はい、まあまあいい感じだと思うよ、うん、でももう納得できひんのやろな、村松、まあ、田中美希は怪我だけど、はい、村松、福永はもう納得できひんのやろな、でリュウ君ももう納得できひんのやろな、まあ、そりゃそうだよね、リュウ君あんだけ出てて1割だよもんな、うん、正直ね。でまた足がさ、うん、あの周東とかさ、和田みたいに盗塁バンバン行きますよだったらいいけど、はい、そんなんでもないしな、うん、でも立浪さんがあの村松くんはあれですよ、その六大学自分で自ら見に行っていいって言って取ってきたわけです。でドラフト2位で、うん、ウェーバーでしかも早いところで2位で行ってるわけですから、うんうんうん、私はやっぱりこう信じてほしい、もう一年。でも津田くんもウェーバーで2位だから、本当そうなんですよ。津田くんも実質もう甲子園経験のある就職高打のショート、うん、社会人ナンバーワン打者の渡来と高校の同級生、うん、中学校時代は 110m ハードルで県大会優勝です。渡来と一緒なんだよね、同級生だから。そうですね、うん、競争ですね、内野はね、うん、もうだからもうチャンスは津田の方が多いよね、まあ、新しい顔だから下手したらショート、カリステ、はい、セカンド、津田かもかんだよね。でもう後の選手はどうなるんだろうなっていうように見えるドラフト。いやそうですね、うんうん、正直ね。でも内野内野これ一番びっくり、セ・リーグで一番びっくりしたドラフトはドラゴンズやろ、うん、びっくりしました、うん、まだ内野行くんやっていう、ね、うんうん、まあそしたらだからどうなんやろね、うん、もう未来でしか分かんないけどね、はい、ドラフトは来年どう起用されるのかで答え合わせするしかないんですよね、うん、あとは5年後10年後見て、うん、あの時のドラフトがどうだったんやっていうね、はい、だってあの阪神の大山が1位の時も大山なんて
みたいな、みんな言ってましたもんね、2位以下でも取れたやろみたいになって、もう今日本シリーズ4番じゃんね、うん、だからそれはもうね、佐々木のドラフト D みたいな、はい、逃げのドラフトって言われてた10年後 S だからね、はい、それは未来はどうなるか分かんないけども、うん、戦略がちょっと分かんないね、うんうんうん、だからもう納得できないんだろうね、はい、で外野はブライトと鵜飼でなんとかやるよけど大丈夫っしょ、そこを信じてるん、うん、あと外国人も出るし、あと細川も来たから外野埋まりつつあるから、うん、唯一埋まらないのが内野やなと、はい、ほぼだって下手したらよサードショートセカンドファーストいないからね、うん、石川もちょっと怪我がちだからさ、はい、うん、なかなかずっといてくれたらいいけどいるかいないかも分かんないから、うん、でなった時の層も薄いしね、はい、でファーストビシエでも来年から日本人契約になるけども、うん、で打つのどうかっていうところもあるしね、はい、うん、下手したら山川をね、はい、取る取らないの話もあるぐらいだしね、うん、だからもう、うん、これだろこれだろ、 ガチャガチャですか、一回発生してる可能性あるね、当たるかどうか、あ、そう、取り方としてはそうですね、うんうん、でも当たる可能性あるからね、そうです、うん、一発でね、うん、はい、一発で当たり引くパターンもあるから、ね、うん、でだからこれ来年のドラフトもこれは注目だから、そうですね、来年どう取ってくるかもね、来年また内野行ったら、うん、はい、相当やばいね、はい育成しなきゃっていうね、そうですね、うん、ところもあるから、うん、まあそれはもうねやってみないと分かんないからね、うん、まあ、これで去年の内野でね取られた5、3人っていうのも多分もっとね、うん、競争心が湧いてくるでしょうから、うん、そうだね、うん、頑張ってほしいですね、うん、だから草加君はまあ6枚目に入ってこれるかどうかっていうところだから、うん、まあ、去年の1位の中地君とね、はい、あと梅津とか、うん、とまああと松葉とかっていうところとの、まあ、勝負になってくる投手陣がね、厚みがでも出てきますね、うん、あとは下位のこの羽生くん加藤くんがどこに入ってくるかだね、うん、なんかリリーフっぽい感じもしないでもないけどね、全体的には加藤くんはリリーフですね、だから後ろがねマルチエース、うん、まあ、マルチエースもねずっといるわけじゃないから、はい、次の守護神をね多分松山ぐらいが行くんちゃうかって思ってるけども、うん、その前に来るね祖父江とか、うん、あのラインのところ、はい、あの藤島とかね、うん、っていうところのもっとさらにパワーアップさせるっていう部分のここは指名かなっていうね、でまあキャッチャー取った方がいいっていうところでね、育成の1位で日渡君キャッチャー取ってるんで、はい、まあ、ここら辺は2軍の試合もねやっていかなきゃいけないっていうところでちょっと数が少なかったんでね、うん、数はしっかり確保されてるかなっていうところもあるんで、ね、育成全部独立リーグですよ、そうだね、うん、しかも結構年齢層高めだからね、はい、だから3位4位で実は外野手いってるんですね、育成の4位も外野、外野です、ここ内野って書いてるから、あ、本当ですか、うん、あ、じゃあ内野かな、まあ分かんないけど、まあどっちでも、うん、どっちも守れるんじゃない、できるんでしょうね、うんうんうん、まあっていうところ、まあ、育成はこんな言い方したらあれだけど、はい、初戦育成だからね、ワンステップ上がんなきゃいけないからね、うん、この試合感になるためにっていう ね、まあところでね、まあ、どこまで頑張れるかっていうところはあるけども、うん、はい、まあでも楽しみっちゃ楽しみだね、今後どういうね、うん、なってくるかがすごく楽しみではあります、うん、そうだね、来年含めてね、うん、はい、だからドラゴンズの評価は、はい、B です、 B、はい、うん、の陰に隠れて S になる可能性もあるけどね、はい、どうなるか本当に分かんないですから、うん、B or S みたいな、はい、この津田辻元がグイーンってそれこそジャイアンツの門脇みたいにね、はい、去年だったらね、うん、グイーンって言ったら S になるから、うん、はい、そうですね、 B or S みたいな、ね、で草加くんがローテーション入って、うん、でこの2人がね、うん、ハマったやつだったら、だからもうこの2人次第だね、はい、評価がどうなるかはそうですね、うん、でもだからそこら辺はね、うん、キャンプを含めてこの内野陣のね、はい、サバイバル、まあそこがもし埋まっていい形でいったらチーム的にね打力が上がるんで、うん、まあそのチームがね、あの総力とパワーがアップするっていうところでは、はい、まあ、どうにかしなきゃいけないっていうのは誰しもがね、うん、思ってるところで、まあ、そこをね立浪さんももし来年ダメだったらなかなかちょっとね身体も含めてやばくなってくるから、うん、風当たりも強くなるし、ね、はい、そういった意味ではもう来年どうにかしなきゃいけないっていうところではもう二遊間さえどうにかなったら、うん、ひょっとしたら来年パンっていける可能性もあるから、うん、来年勝負だからそんなこと言ってらんねえんだよドラフト、ああなるほど、はあ、でも来年この2人使ってみるぞまずはぐらいの、あ、そんなお前悠長なこと言ってらんねえんだよ、うん、こっちもかかってんだよみたいな、うん、そんなも知らねえよお前、もう来年一発勝負やドラフト、はい、っていうような、ね、感じもあるんで BOS ですね、はいはい、さあドラフト通信簿日本ハム編というね、はい、ところで西舘君、うん、1位指名、視聴者希望は渡来で2位が常広君、うん、で佐々木はもう高校生の前田君行くんちゃうかと、はい、で墓場さんは常広、うん、でせいぜい細野、うん、完全ノーマークやったなでしたね、西舘君はね、うん、で行って抽選外して、はい、次は前田君行って、うん、抽選外してで細野君、はい、ね、こう抽選で当てて、はい、っていうところでね、うん、細野君が入って、
だから細野もやっぱり前評判よりは評価高くなかったんだね。うーん、もっと ね、だからやっぱ球は速いけど制球力次第っていう、うん、結局球が速いけどそこがどうなるかっていうね、うん、だからハマったらえぐいよね、はい、まあそこがどうなるかっていうところ。制球良くなったらめちゃくちゃいいんじゃないですか。うんね、うん、佐々木なんて言ってましたか。はい、上沢投手、加藤投手が移籍すると先発投手陣に大きな穴が開くから、うん、まあ、そこを補充したいと、うん、で3年目も最下位だと新庄監督が苦しいので、うん、即戦力投手は必須、うん、1位2位で投手行った方がいいんじゃないかと、うんうんうん、で正直全ポジション欲しい、うん、清宮選手のサードはちょっと相当練習しないと下手、こんな思いもしてたんですね年に、はい、ね、1位佐々木麟太郎選手行きそうって話も今してましたけど、うん、まあね、まあ、アメリカに ね、はい、行くっていうところ で、うん、でその中でまあ噂はね、もうポスティング決まったっていうところと、はい、うん、まあ、ポスティング決まったからって移籍するかどうか分かんないからね、はい、正直ね、うん、いい契約じゃなかったらしないパターンもね、昔の中地とかあるからね、はい、岩隈も一回あったもんね、確かね、うんうん、で加藤がね、FA するかどうかっていうところもあるけども、はい、まあ、細野君ね、うん、で2位が新藤君、キャッチャー丈夫だ、新藤なんですよ、新藤、うん、間違わないようにしないと解説で、そうです、新藤、うんうん、キャッチャー、はい、これびっくりやろ、ね、だから去年 FA で星見取って、はい、マルティネスもいる、うん、年で清水、うん、で最後らへん古川か、はい、もう出てた、うん、で中日から郡司だから、まあ郡司はもうポジションコンバートだな、うん、こうなってくるとね、でもキャッチャーだから、まあ納得してないんだろうな、はい、誰にも、うん、星見も FA で、まあ、打たへんからな、うん、全員結局宇佐美使った方が良かったんちゃうかっていうね、あの中日の時 ね、うん、まあまあ軍事持ってるからね、はい、よかったけどキャッチャーとして見るんだったら宇佐美で良かったんちゃうかと思うけどね、うん、いきなり新藤君2位だからね、はい、うん、で3位外野だからね、宮崎走行して3秒揃った、うんね、めっちゃ足早いんですよね、うん、で4位が明星でしょ、はい、で5位が星野外野手、だ即戦力あんまりピッチャー1人だけだよ、うん、育成が浜田、はい、平田、加藤っていうね、うん、内野外野投手っていう高校生っていうところでどうなんやろうね、まあ全ポジションね欲しいから、まあ全ポジション取ってるけどね、はい、ピッチャーキャッチャー内野外野っていうね、うん、でも5人も少ないよね、うん、まあ若い選手が多いからっていうね、うん、こっからね育てようっていうのもあるけども、うん、そしたらピッチャーのローテーションもし上沢と加藤がいなくなったとしたら、うん、伊藤、はい、鈴木健也、うん、上原ね、うん、で金村ね、あ今年ね1年目だったけどちょっと怪我したっていうところもあるけどね、うんうん、ポンセで、まあ、北山も、まあ、いるっていうね、うん、で、まあ、根本ね、はい、まあ、最後ら辺良かったけども、うん、でもよっぽど頑張んないと、だって今年10勝投手0人だもんね、でしかもねさすがに新庄さんもね、うん、いくら言っても3年連続ダメだった場合は、うん、なかなか難しいと思うんだよね、はい、来年1年でもうどうにかなるようなドラフトじゃないよね、そうですね、正直ね、もうちょっとこうピッチャーいる取るんじゃないかなとは思ってましたけどね、うん、高校生でもね、はい、いいからね、だから1位の細野くん以外は捕手、外野、内野、外野ですもんね、うん、で外野もね松本、うん、万波は絶対出るでしょ、はい、でセンターってなった時に、うん、じゃあ浅間なのか磯畑なのか、うん、まあ、矢沢をどうするのかっていうね、そうですね、うん、問題もあるけども、うん、エゴシとか、まあ、いないっちゃいないんだよねセンターもね、じゃあこの宮崎、あのどれ誰が出てもそんなに変わんないっていうところはあるけども、はい、まあ、磯畑ぐらいがいてくれたら足でね、うん、かき回せるっていうところもあるし、うん、まあ、そう厚くちょっと薄いっちゃ薄いんだよね、はい、外野がね、まあ、木村が戦力外になってっていうところもあるけども、まあ、そこら辺は、ね、外野もいるかなっていうところもあるところの、うん、多分宮崎選手かなっていうね、ちょっと層が薄いんで、はい、もう何かあった時のためにね、うん、で内野が明星、はい、サードだよね、だからまあサードがね、うん、清宮も野村もちょっと守備がね、はい、なかなかうまくないっていうところで、まあ、しっかりね未来に向けて埋めたいっていうパンチ力のある選手、うん、で星野日の出、まあ、これは高校生だからね、うん、まあ、これ明星と一緒にまあ育っていくっていうところで、うん、このドラフトだけじゃどうにかならないから、やっぱ外国人補強必須になってくるよね、そうですね、うん、来年でいうとやっぱ細野君と宮崎君しかやっぱり見込めるところは、まあ、あとは新藤君がそうですね、キャッチャーとしてね、キャッチャーとしてどれぐらいね、うん、このあとバッティングだからね、はい、結局は
打てないんだったら、うん、もう、伏見とかでいいわけよ、うん、正直ね、はい、まあ、経験もあるし守備もできるっていうところではね、うん、打てなきゃっていうところで考えると、どこまでこの新藤君がバッティング状態伸ばしていけるかっていうところもあるし、はい、うん、まあ、これ細野君次第ではこの戦力のど真ん中にいる選手はドラフトの中からひょっとしたら生まれない可能性はあるよね。これ宮崎君とかバックアップとしてはね面白いかもしれないし、はい、まあ、足もあるっていうところでね、うん、でも3年秋打率6割5本塁打だからね。なんか井端さんが言ってましたけど、めちゃくちゃ運動能力高くて塩見選手みたいなイメージって言ってました、うん、ヤクルトの足もめっちゃ速いっていう、めっちゃいいのよ、あの身体能力お化けのやつは、はい、もう生かしきれないやついっぱいいるからね、生かせるかどうかなんですね。いや結局打つかどうかだけだから、うん、もう何回も言ってるけど、もう野球で一番大事なの打つことだけだから、はい、正直野手はそうですね、打つこと以外はただのオプション、はい、ないよりあった方がいいけど、うん、もう打つのがないんだったら本当使い物にならないから、その2番手とかね、はい、ダイソーとかそういう脇をきた固める脇役になるから、うん、まあ、そこら辺はねどうなるかだけども、まあね、まあ、センターが若干薄いからね、はい、まあ、そこを埋めれたら大きいよね、うん、外野手としてはね、はい、でも全体的に今のチームの補強ポイントで言うと、なかなかそれを来年に向けては補強しきれなかったなっていうところもあるし、そうですね、先発がね、まあ、このままいったら来年のもし加藤が抜けたら開幕投手伊藤だもんね、うん、そうですね、うん、このままいったらね、はい、伊藤弘美投手ぐらいしかいないですね、うん、あと矢沢をどうするかだね、うん、二刀流の一番大事なのって何か知ってる、え、分かんない、打つことだよ。あー、そうですね、二刀流も一番大事なの打つことだから、うん、打たないんだったらピッチャー専念でいいじゃん、うん、正直ね、そうですね、うん、打つから二刀流投げじゃん、はい、打つから投げることもできて OK だねっていうところだから、うん、矢沢も打てないんだったら、はい、もうピッチャー専念するしかないし、うん、もしピッチャーがそんなだったらもう打つ方にで足とか生かしていくしかないから、うん、でしかもやっぱ先発しないとやっぱリリーフの二刀流はきついよね、はい、去年2試合か、そもそも DH 解除しなきゃいけない問題になるからね、はい、日本だとね、うん、だから先発で大谷ルールが適用されたらね、日本でもかなりいい形になるけども、うん、はい、そう、大谷ルール適用されなかったら先発で長いイニング投げないと DH なしの試合しなきゃいけないから、うん、はい、そうなってくるとよっぽどの攻撃力ないとチームとしてねプラスになっていかないから、うん、まあ、日本でも大谷ルールが入ればいいけども、まあ、そこら辺ねどうなるかっていうところと、先発なのかリリーフなのか、ね、はい、あと打つのがどこまでかっていうね、まあ、でもトリッキーなバッティングするからね、バッティングは面白いよね、非常になんかバットコントロールもね面白いしね、この粘りのバッティングもあるからね、はい、だからそこの矢沢をどう使うか問題っていうね、うん、ところもあるかも分かんないけども、はい、まあ、そういった面で日本ハムの評価は、はい、B です。 B、はい、まあ、来年1年間のことだけだよ、うん、はい、ね、これは何回も言うように未来に向けてはどうなるか分かんないけども、うん、来年このドラフトだけで大きく日本ハムの順位を今最下位から2位ぐらいまでに押し上げていけそうな感じはしないけどね、そうですね、まあ、これにプラスアルファ外国人選手のね、うん、はい、補強がアルカンタルとかね、うん、の戦力外にもなったし、そこら辺がねぐわーってどうやって埋まっていって、その成長している選手たちがね、万波がね来年落ちないように、あの松本剛が今年下げたのを上げれるように、まあ日本ハムが今年負けたのはちょっとねミス多すぎるっていうね、そこら辺をしっかりカバーできて戦えるかどうかっていうところがシーズンのポイントになるけども、このドラフトだけで来年1年間いきなり2位とか優勝とかってなるような感じはしないけどね、正直ね、レアード選手みたいな外国人選手が1人入ったら、いいね、いいよ、ね、だから細野選手が先発ローテーションでしっかり回って、ね、10勝7敗ぐらいでもいいから貯金作ってくれて、うん、はい、ローテーション回れたらね、うん、まあ、日本は今年10勝投手がいないわけだからね、はい、そういうところで面白い存在になるし、ね、うん、宮崎選手がセンターの一角入ってこれたりね、うん、明星選手が未来の、ね、大砲系に育てば面白いけども、うん、はい、まあ、来年だけのことを言えばちょっと B 評価かなっていうね、うん、ところになってくると思います、はい、さあドラフト通信も阪神タイガース、イエイ、リーグ優勝して、はい、1位は単独指名の下村海斗、うん、はい、おーってなったね、もうやっぱこれはなんか戦略だなって思いましたね、ねえ、だから俺はこの戦略は、まあ、岡田さんが公言なんかする必要ないやろって言った時点で、うん、スタートしてたんちゃうかっていうね、うんうん、だからまあ多分右投手を行くっていう情報が入ってたんだけども、はい、まあ、そしたら西舘か、まあ、常広か、うん、ってなった時にね、あの西舘も常広も取りますっていう球団が出てきたから、うん、重複になるわけじゃん、はい、だからいやこれ重複になって、うん、去年も外したぞと、うん、ね、外して森下だからよかったけどもと、うん、
今年も当たる自信ないぞと、うん、それだったらもう重複を避けて、うん、いい選手を一本釣りで取ろうっていうところで下村ちゃうかっていう、うん、もう重複避けるドラフト。まあ、確かにそこで西舘君とか常広君行ってくじ外れても、うん、下村君は外れ1位でまた重複になる、重複になっちゃいますもんね、うん、また重複になってる可能性もあるから、うん、正直2番手候補だったけども重複するんだったらもう絶対取りたいから、うん、もう下村君行こうっていうね、うん、俺はもう重複を避けた戦略、うん、駆け引きドラフトだったんちゃうかっていう、うん、これもしタイガースが下村君行くってなったら、うん、ひょっとしたらどっかがえじゃあって言って、うん、言ってた可能性もあるよ、ね、あります、あります、うん、もう隠し玉を行くときはもう重複なんてする必要全くないんだよね、うん、あ、じゃあ公言ね、うん、公言ね、だから公言する必要ないと思うんだよね、なんか公言した方が相手が減るとかそんなわけないから、そう、私もねメリットっていまいちあんまり分かんないんですよね、1ミリも俺はないと思う、公言するっていうことによって、うん、でも絶対欲しいからじゃあ行くっていう渡辺君とかもそんな気にしますよね、うんうん、逆に渡辺とかは公言したから、うん、あ、渡辺行く球団あんの、うん、じゃあもう行っとかなきゃだからってもなるわけじゃん、なっちゃった気がしますよね、うん、だからそのね公言派の人たちはいや公言することによっていや重複したくないからじゃあ外していこうっていう人が増えるって言ってるけど、うん、そんなの分かんないじゃんね、うん、こんなもん絶対ね言わない方がね全然いいと思うよ、うん、だってこれを言ったら重複、言わなかったら隠し玉みたいになると、うん、言うか言わないかで分かっちゃうじゃんね、それ、はい、おい言わなかったから隠し玉どっかトリッキーなとこ来るんちゃうかみたいなね、うん、なるから正直なんか言うメリット1ミリも感じないけど、うん、ねこう下村君行って、はい、あ佐々木阪神なんて言ってました、はい、特にこのポジションが欲しいというところはないと、で、まあ、北条選手山本選手が戦力外になったので内野は取った方がいいかなっていう話でした。あやっぱり俺阪神のことよく分かってるよねやっぱりそうですね、あ、うん、あと見てた説あるけどね、はい、あそうやと思って、ね、あそうやと思ってやっぱそうだよなってで1位下村君行って、はい、で2位に椎葉君ね、うん、アイランドリーグ徳島ね、はい、インディゴソックス、うん、これいいんだよね玉林さん、ね、らしいですね、うん、ミキハウスからね、はい、うん、かなりでしかも地元じゃんね大阪、うん、しかも阪神ファンみたいですよ。そうなの、下村君も兵庫じゃないですか、うんうんうん、西宮だから小さい頃からやっぱ阪神見てたらしいし、うんうん、椎葉君も阪神ファンなんですよ、うん、で3位がね、はい、山田君、うん、仙台育英の、うん、で4位がね、うん、桃崎君、うん、ね、あの東海大熊本星翔、はい、ね、で内野手、うん、で5位が石黒君ピッチャー、うん、JR 西日本、はい、で6位がね、津田君ピッチャー、うん、大阪経済大学、はい、去年の育成のやつも大阪経済大学、はい、佐伯君、うん、あ新人王になるって言ってた、はい、もうちょっと5年猶予あるからね、うん、で、育成に松原君と福島君のピッチャーとかいやっていうところで、はい、ほら、うん、ちゃんと山田、桃崎、内野手、うん、高卒取ってます、未来のために取ってますね、ちゃんとね、はい、北条山本クビにしたから、うん、見えてんだよね、うん、しっかり俺もね桃崎くん好きな有名人小池栄子、年上の人が好きだね、うん、そういう大人な女性がね好きなのかもしれないですね、好きだね、小池さん今ね主演ドラマもやってますから、やってるやってる、うん、ねえ、はい、うん、で山田くんは、山田君はね、中田あっちゃん、あっちゃんね、うん、うん、YouTube 見てる、うん、おー、じゃあ見てくれてんじゃん、俺らのやつ、お、かもしれない、お、山田君、いや、でもだいぶジャンル違うと思いますよ、あっちゃんたちと、いやいやいや、だって野球のやつも出てきてるから、はい、野球のやつも見てると思うね、うん、何かはね、はい、おすすめに絶対来るから、うん、そうですね、うん、俺のやつは、うん、そう、見てるかどうか分かんないけどね、はい、世代屈指のショート、はい、育英のキャプテンです、うん、だからここら辺がまあね、その次に向けてのバックアップ要員として良かったと思うし、うん、で、椎葉君はリリーフかな、リリーフですね、絶対リリーフです、今年はね、まあ、石井とか桐敷とか頑張れたけど、だから外国人投手に頼らないリリーフを構築していくっていう部分では良かったかも分かんないよね、うん、はい、で下村君は先発か、先発だと思います ね、うん、右っていうところでね、だから今年はちょっとね青柳がパッとねしなかったっていうところと、うん、はい、西純也もね、うん、ちょっと上がってこなかった、そうでしたね、森木君もねちょっと上がってこなかったっていうところで、うん、5枚目6枚目をしっかりね、うん、いいピッチャーで抑えとけば完璧だからね、うん、いやそうで1枚加わると熱くなりますね、うんうん、正直ね、うん、で、まあ、石黒君津田君っていうピッチャーも下位で指名して、うん、まあ、盤石にしていくんで、野手だってそんなな、うん、いらんもんな、いるしね、スタメン固まってますしね、うん、で後ろに控えるのがだってね糸原とか、うん、あとは小畑、
はい、とか DH なかったら鍋量とかも入るわけですよね。前川右京もあります。そうだね、井上君もいるし、で島田とかね、足のある選手たちもいるからね、だからまあここの高校生を取ってね、まあ、あとショートとか守れたら外野とかコンバットできるからね、そういった意味ではここの高卒2人をしっかり育っていって未来のね、選手としてはだからバランスいいよね。来年のことも考えてるし未来も考えてる、ね、で育成に、まあ、ピッチャーとか外野っていうところも取って、はい、ね、何気に松原君とかも早いかも分かんないよね、めっちゃいいらしいですよ、そうなん、そのサトテルが一軍から二軍に落とされた時に、富山の遠征行った時に対戦したらしいんですけど、その阪神と、その阪神が勝ったらしいですよ。サイドハンド気味からなんですよ、50オーバーのストレート、あ、じゃあそこで目つけたんだ、きっと。そうなんですか、うん、また次としてもこれは上がってくるんじゃないか、サスさんも阪神がいいと言われてますけど、言ってる言ってます、あの動画の中で。おさすがさすが松原君、はい、伊勢のラオウと鹿児島のラオウもいいんちゃうかって言ってたけどね、はい、でもこれちゃんと阪神はピックアップしてたんですよ。そうそうなんです、伊勢のラオウを取るところに入ってたんですよ、ね、はい、何気に、いやでもめちゃくちゃバランスいいですね。めっちゃいいですか、ね、袴田さん推しのね、山田くんも入ってるし、確かに山田くんだから阪神にいいんじゃないかって言ってましたよね。だから先生が教えるやつが全然入ってないこれで竹が入っちゃってですね、みんな見えてない、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 見えてないですか、全然見えてないじゃん、一人も入ってないじゃん。名将の松本君もさっき取られたからね、まあまあそうですね、ね、松本亮太君ね、でもお前椎葉君さ、それでも言ってたかも分かんないよ。下村君にしたからなんか椎葉君いますね、あー、それはありますね、すぐ取ったわ。で次はオリックスからスタートだから3位はトーマツ君がオリックス行ったから山田君ね、袴田さん推しの、はい、松原君もだから岡留と勝負なんじゃないですか、そうです ね、でもうまくいったら来るかも分かんないよね、早いうちにね、そうですね、開幕に向けて試合感になるかもしれないよね、正直ね、意図がすごく綺麗に見えるドラフトですよね、今の強いからって言ってもまあ近年ね高校生結構取ってたしね、はい、ピッチャーもね、そこら辺もバランスも考えて来年の強さを保ちつつ、未来に向けてもしっかり補っていってバランスのいいね、はい、で困ってないところは取ってないしね、まあ、来年以降も備えれるし、はい、やっぱここら辺はやっぱ岡田さんの戦略がこうドラフトにもハマってる可能性あるよね、はい、だから盤石を築くかも分かんないよね、まあ、ピッチャーはね怪我したり調子を落とす可能性あるからそこら辺もちゃんと抑えて2連覇できるようにね、はい、上昇軍団になるように18年ぶりだからね、阪神も優勝ね、そうですね、なんて言ってもね、それを上昇軍団になるようにしっかり抑えながら未来に向けても足りないところを取ってるし、戦力外のした選手も埋めてるっていうね、意図が明白、はい、ということで阪神の評価です、はい、S です。おー、これは S だね、はい、このまず下村君をまずその戦略的に単独指名で行ったっていうね、結構あれだね、袴田さんつながりいっぱいいるな、青学とか、あの静岡ね、はい、ね、で今年も私のね、もう直属の後輩静岡高校出身の子はちょっと残念ながら選ばれなかったんですけど、結構います、ね、青学今年3人いますから、ね、はい、だってドラフト1位6台、あ、じゃあトート7人いるんだよね、それって過去確か最大でしたよ、竹内、ね、で下村、はい、常広、西舘坂だからね、細野君もそうです、細野ね、はい、え、細野、あ、そう、細野ね、はい、すごいよね、あとくじが7回行われたのも過去最多らしいです、それは4回目までいかないでしょ簡単に ね、そういった意味ではね、それをね回避しながら神セブンの一人をね、取れて単独でね、で先発とリリーフも抑えながらね、内野手の未来も、でまあここ後ろもね育っていけばいい、松原君注目やな、はい、これはね出てくるか見ときましょう、俺の予想ではもう開幕の時には試合感になって、キャンプオープン戦でアピールして、試合感になって開幕にいます、おー、そこまで予言しちゃいましたね、ね、まあというところでね、はい、まあこれをね、このドラフトを引き下げて連覇できるかどうかね、注目してみたいと思いますけども、タイガースファンの皆さんコメントまでどうぞ。さあ今日はドラフトチェック、ね、通信簿ということで、埼玉西武ライオンズ編です、はい、はい、なんて言っても、竹内くん3球団、競合して、はい、抽選で引き当てるっていうね、松井和夫さんが、はい、ね、声出てましたね、よっしゃみたいなね、
あの時一番印象言っていい、はい、歯白そうですか、そうです、歯綺麗まあね、うん、と思ったけどね、はい、いやまあね、このドラフトで一番評価高かったんちゃうかっていうね、あですか、うん、事前のね、うん、全員の中でね、うん、それはまあ ね戦略的にね、チームはと構成的には、はい、まあ、1位2位ね、まあ、いろいろ右左と野手とあるかも分かんないですけど、うん、結構ね前評判高かったなっていうところがありますけども、はい、ね、好きな有名人デヴィ夫人です、竹内くん、うん、これなんでか聞きたいよ、なぜ聞きたいですね、うん、やっぱ行ってきようかな、でもやっぱいい味出しますもんね、デヴィ夫人ってね、一滴が好きでとかあるかもしれないですね、うん、ということでね、はい、まあ、でも大きいですね、ここ西武何て言ってました、佐々木は、まあ、ドラフト戦略は結構山川選手次第っていうところもあるよね、うんうんうん、あと高橋光成投手もポスティングかもしれない、うんうんうん、で全体的には外野とリリーフ守護神が補強ポイント、うん、で上位はおそらくまあ投手に行くだろうと、うん、でパワー系のでも外野も欲しいよねと、うん、で1位は、まあ、高卒投手が今まで多いから、うん、取るかもしれないみたいな、育てていくんちゃうかっていうところでね、はい、まあ、佐々木は前だと、赤間さんは1位、私高橋、この時にちょっと情報なかったね、うん、高橋さんとかね、そうそうそう、早かったからね、そうなんで、取るのが、うん、やんのがね、甲子園で活躍するピッチャーじゃないかって、うん、先生も前だ、で視聴者は、ね、1位細野、おー、2位渡来、で笠尾ドラフトでは1位渡来、まあ、野手行、ね、うん、ったんだよね、その、うん、っていうところで、はい、1位はね、うん、竹内選手、まあ、公言してたからね、うん、しかも上位は投手投手かって、いやそう、うん、投手投手言ってるの、うん、竹内2位ね、上田君、うん、これも完璧やろ、はい、まあ、竹内君が先発で、これ上田君はもう守護神候補じゃない、はい、ね、そうですね、正直、うん、マックス154キロ、関西ナンバーワンって言われたピッチャーですよね、そうそう、うんうん、だって俺ドラフト1位でいなくなるんちゃうかと思ったらね、はい、2位でいて、で多分これね、中日が津田くん行って、うん、でハムが新藤くん行って、うん、でヤクルトが松本くん行ったから余ってるからね、はい、上田くんやろっていうね、うん、それぐらい期待値高いよね、うん、4年生秋にはノーヒットノーラン達成してる、まあ、でも実績はめちゃくちゃ高いピッチャーですよ、うん、本当でもリリーフちゃうかと思うんだよね、だ高橋コーナー残ったから、はい、ね、ポスティング許されなかったから、うん、高橋コーナーでしょ、はい、今井でしょ、で松本でしょ、平で平でしょ、隅田でしょ、うん、あと与座とか、はい、あとは、まあ、今年はあのエンスとかもいたし、うん、でそこに多分竹内とかが入ってくるわけじゃん、はい、うん、そしたらやっぱ後ろがね、うん、薄いから両方頭先発先発っていうのはないと思うけども、はい、このバランスはもう最強だね、うん、うん、正直ね、うん、前評判から言うとね、うん、あの広島の常広隆ぐらいの盤石感あるね、うん、この2人を上で取れたっていうのはすごいです、うん、で3位にね、はい、横浜高校から杉山、うん、4位成田君投手、うん、青森広崎工業、うん、で5位宮沢君、徳島インディゴソックスすごいですね、インディゴソックス毎年もうずっとドラフトかかってるからね、うん、最低でも1人は、はい、ね、しかもよ、こんなに入れ替わっていくのにまあまあそこそこ強いんだよね、はい、インディゴソックスね、うん、あとはその海外からの売り込みもすごいらしい、インディゴにそのドラフトかかるから、はい、で6位が伊勢野蘭王、村田レオ君ね、で7位に、糸川亮太君ピッチャー、はい、うん、エネオスからで、育成がシンクレア・ジョセフ・コウノスケ、うん、ピッチャー徳島インディゴソックスね、うん、横文字だけど江戸時代風の名前が出てくるよね、はい、うん、コウノスケね、うん、はい、で谷口君、徳島、はい、インディゴソックスから3人取ってんですか、川下君、函館、はい、ピッチャー金子君、BC 埼玉、内野手、木瀬君、投手、奥村君、外野手、BC 奥村君、去年も注目してた気がするんですよね、で去年指名かからなくてっていう、うん、あと3位これ川下君だったっけ、あ川下君、あ、多分、うん、っていうところでね、はい、まあ、全体的に外野とリリーフ、うん、もうピッチャーばっかりだからね、ピッチャー6人、内野1人、しかも本当ピッチャーだけで村田レオン君以外ピッチャーですよ、うん、全員ね、うん、まあ、野手も若いのも出てきてるっちゃ出てきてるけどね、うん、まあ、村田レオン君がおかわり君の後釜になって、うん、あとはまあ山川がねどうするか問題もあるけども、まあ育てなきゃいけないからね、まあ、一応別件がいますけどね、うん、あとはピッチャーか、はい、ね、確かにもうちょっと野手取るかなっていう感じがね、ね、パワー系の外野手とかね、うん、まあでももともとそのね野手がそんなに多くない年でもあるっていうね、はい、ところでそもそも外野が少ないね、少ないですね全体的にね、うん、このこんだけ100人規模のドラフトを取ってる中で、うん、外野1割もいないもんね、はい、そうなってくるとやっぱ外野が
まあ、いなかったのかなと、まあ、去年昼間取ってるしね、うん、そうですね、1位でね、うん、でまあ、鈴木翔平もねちょっとずつでも上がってきてるっていうところもあるし、うんうん、はい、まあ、あとまあひょっとしたら外国人取るかもしれないしっていうね、うん、まあ、じゃあピッチャーが豊作の年にいいピッチャーをたくさん取っといて、来年だからもう来年のドラフトがちょっと楽しみだね、はい、で来年はもう野手総振りでキャッチャーの方がもね盗塁阻止率もいいし、うん、上がってきたしっていうところ で、うん、でバランス的にはね大卒大卒 で高卒と高卒、うん、ね、2人取ってて24歳のアイランドリーグと、ね、エネオスの伊藤社会人2人取ってるから、うん、まあ、大卒2人高卒2人社会人2人みたいなもんだから、ね、はい、そういった意味ではそのバランス構成も良かったなっていうところもあるし、うん、まあ、1人ぐらい内野取っといた方がいいっていうところでね、まあ、伊勢のラオウね、はい、やっぱこう佐々木チャンネル推しの、はい、あ、体大きいですからね、あ、うん、196cm 110kg、はい、これも頑張ってくれなきゃ困るからね、そうですよ、あ、こう里ちゃん推しだから、はい、あ、でも伊勢のラオウこれ間近で見たらめちゃくちゃ大きいんでしょうね、活躍するまで今の髪型続けてほしい、あ、そうなんだ、はい、だって全メディア含めてこう佐々木チャンネルが一番伊勢のラオウの名前出してると思う、出してます、はい、しかもあのドラフト後のいろんな番組で、うん、はい、伊勢のラオウって言ったのは多分俺だけだと思うよ多分ね、ああプロ野球ニュースでもね言いました、言ったけども全メディアも含めて、はい、この伊勢のラオウに注目したいっていうこの一つのコメントを言ったのも多分俺だけだと思うんだよね、そうですね、ああ伊勢のラオウが指名されたけどツイッターで伊勢のラオウ伊勢のラオウ伊勢のラオウすごいみんな見てるいや期待してこんだけ、ね、押してるからね、うん、これはもう今後も応援し続けるんですよね、あ、そうそう、応援するからって言ってコメントが優しくなることはないから、そうですね、あ、でも名前はね上がっていくから、うん、だからずっと伊勢のラオウだね、はい、オリックスのさ徳島のラオウはさこうじゃん、はい、伊勢のラオウこっちにすればいいんじゃん、左で、いやちょっとラオウをやっぱ超えましょうよ、え、いやラオウを超えて、うん、伊勢のなんかこうなんかなんとかみたいにしましょうよ、それはなんかラオウを超えたのにラオウってつけるなんかあれじゃないですか、でもラオウよりすごいないよ、ラオウ最強だからね、北斗の拳だからだ、ケンシロウになっちゃうからね、じゃあケンシロウでいいじゃないですか、長いね、うん、だって今ラオウ杉本は足の毛が今トキに飛行ついてもらって直してるらしいそうなんだトキに、うん、コメント言ってた、え、トキって鳥じゃないよ、はい、弟、うん、でもこれはもうねちょっと村田レオン君はね、はい、追いかけていきたいなって、ね、楽しみに、楽しみですね、これは、俺はもうどこでコメントしても伊勢のラオウって言うからね、はい、俺はね、うんうん、僕は次のオリンピック候補だ、はい、そうなん、伊勢のラオウそれぐらい来てくれると信じてる、うん、早くから、でもいいよね、伊勢の松井秀喜とか、うん、伊勢の一郎とかじゃなくて、はい、もう選手じゃないこういう名詞だからいいよね、いいっすよね、うん、いやでもあれなんじゃないですか、伊勢の杉本って言われてるようなもんじゃないですか、いやいや伊勢のラオウだ、違うんですか、全然違う、杉本とラオウは全然違う、久留米のギータとかじゃないですか、あ、もうだから伊勢のラオウは伊勢の杉本なんじゃないですか、違う、ラオウだから、ラオウ、うん、あ、違うの、杉本もラオウだから、わかる、杉本もラオウなの、杉本じゃないんだよ、うん、杉本もラオウなの、はい、だからラオウの下に杉本があるわけ、おお、うん、ラオウ杉本がトップじゃないから、ラオウの下に杉本があるから、だからラオウの下にこの村田レオン君いるから、だから要は分岐みたいなもんだから、あ、そうなんですか、うん、そう、杉本の下にくっついてるから、ラオウの下にくっついてるから、え、じゃあ松井秀喜さんはゴジラじゃないんですか、ゴジラ、あ、ゴジラなんだ、からゴジラの下についてる、ついてるんですか、うん、あ、じゃあ誰がゴジラを名乗ってもいいわけですね、そうあ、ゴジラの下だから、あ、そっか、うん、なるほど、伊勢の一郎ってなるとイチローさんが上だからイチローさんの下になっちゃう、うん、そうですね、うん、でもこのゴジラとかラオウはゴジラとかラオウの下だからに、そうか、ね、そう、だから松井秀喜さんの下じゃないよね、うん、横っていうパターンもあるから、なるほど、うん、抜いても並んでも名乗っていいわけですね、ゴジラ、そうなるほど、うん、ラオウは抜けないから、抜けないラオウだから、ラオウ抜けないから、はい、ゴジラも抜けんやん、なるほど、うん、あ、そう、システム分かりました、うん、だからそういうのがいいよね、はい、でもしっかりね、なかなかこうノーマークだった人が多い中でやっぱりこうやってかかるっていうのはね、危なかったよな、あんだけ押しててかからんかったらな、はい、あれみたいな感じで、ね、うん、ちゃんとね、伊勢のラオウも静岡のね、ゴジラも、うん、西武のスカート見てんじゃないですか、見てんか、青山君が見てて言ったんじゃないですか、青山君も上田大河とかと勝負だから ね、うん、こう頑張っていかないとね、ポジション奪われちゃうからね、青山君と上田大河が日本代表で一緒の部屋やったらしいです、あ、そうなん、そうなんだ、まず坊主でこうやってね、へぇ、ね、そうなん、気合いでこう、
あ、この西武に入るのに、はい、うん、ラオはもう黒する窓ってきたいじゃん馬で来たいんじゃん。いや、まだ黒の馬で、黒の馬で、黒黒の馬で、まあ、こうやって稼いでニューロです、ニューロです、で、降りてこうやって、馬で来たらインパクトだぞ、お前新聞、かなりカナーやぞ、入寮疲れちゃう、普通にするまで黒の、まあ、そういった意味ではね、だからその、はい、高卒、大卒、社会人で2人ずつピッチャー取ってね、はい、まあ、投手も王国だね、うん、でもちょっとリリーフがね、やっぱちょっと薄くなってきてるから、うん、そこら辺をね、多分宮沢君とか伊藤君も、まあ、ひょっとしたらリリーフっていうところの穴を埋めていく可能性も十分にあるから、うん、そこら辺はまあ明確な意図を持ってね、ドラフトと、うん、まあ、野手はもう既存の中で育っていきますよっていうね、はい、ところでもあるし、うん、ね、あとはやっぱりいい野手がいなかったっていうね、まあ、少なかったっていうね、うん、少なかったっていうところもあると思うんでね、うん、まあ、そういったところではまあ明確なドラフトだったと思います、はい、ね、ということで評価は、評価は SS です、はい、SS うわトップ出ました、これはもう SS でしょ、はい、正直もう、うん、竹内君と上田君だけでもう来年の戦力アップ間違いなしみたいな、はい、まあ、どうなるか分かんないけどね、うん、っていうような想像にも見えるしね、はい、来年のところでいうと、うん、でうまく余ったら5位の宮沢君と6位の井戸川君も入ってくるかも分かんないし、うん、ね、そういったところではまあ年齢構成も含めてちょっと明確なドラフトだったなっていうところと、まあ1位竹内君が引けてね、はい、2位に1位同然の上田君も取れたっていうところは、うん、これはかなり来年の西武の順位に大きく反映されるドラフトになったんじゃないのかなっていうところでは、来年1年間のことだけ考えたら SS になる可能性もね、まあ、このチャンネルの推しも拾ってくれますよね、そう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 、うん、でまあこの竹内君が入ることによってね、隅田佐藤っていうね、はい、あの1位2位の3コンビもまたねもう一段アップできる可能性もあるからね、はい、隅田君も本当良くなったからね、終盤ピッチングね、うん、ここら辺がね、うん、相乗効果で良くなっていくと、で平も若いしね、うん、若い年代がチーム構成していくからね、はい、まあ、本当強くなる可能性もあるんで、あとはまあ野手次第かなっていうところはあるけども、うん、まあ、そこは外国人含めて若い選手ねどうにかしていく、まあ、広場も良くなってきたしね、はい、っていうところはあると思います、はいはい、ドラゴンズ通信簿ジャイアンツ、重複で西舘君引いたっていうね、うん、はい、阪神と重複するかと思ったら、うん、なんと日本ハムと重複で西舘、はい、日本ハムがね、ここ行くとも思わなかったし、うん、うん、そうそう、全然思わなかったね、はい、うん、新庄さんこうやってやってたから、はい、見なかったですよねあれ、当たったバージョン見たかったよね、見たかったですね、あのあとどうなるのかっていうね、安倍さんがこう、うん、なかったって言ったら、うんうんうん、これをどうしたのか、ね、どうしたのかね、うん、見たかったよね、見たかったですね、うん、正直ね、はい、あと次の抽選出てこなかったけどね、そうそうそう、うん、なんか社長かなんかが出てきて、で最後ね稲葉さんだったっていうね、はい、ところもあるけども、うん、西田で引いてね、はい、これはしんどすけ大きかったね、うん、自身の後輩、後輩だしね、だから去年から2年連続引いたね、最近連敗続きだったからジャイアンツね、去年原さんがね浅野くん引いて、引いたからね、はい、ちょっと運気上がってきたね、うん、抽選の、はい、でもその時ジャイアンツなんて言ってましたか、はい、補強ポイントはリリーフ投手だろうと、でもなんで今の戦力で B クラスなのかがよくわからないって話を、ね、してました。で補手が5人しかいないので1人は確実に取るのではないかという話でしたね、うんうん、でまあね佐々木は西田で、はい、高松は下村、まあ、青学よく見に行ってたっていうのも、はい、あったからね、うん、で先生は常広っていうところで、はい、視聴者希望は細野君だったの1位、視聴者人気高いですね、細野君ね、で仮想ドラフトでは上田隆っていうね、はい、大正大の、まあ、くじ引きめっちゃ外したからね、うん、仮想ドラフトでね、はい、そうですね、うん、まあ、そういったところでね、うん、本ちゃんではしっかり当てて、で、2位が森田君、うん、投手本田鈴鹿、はい、高校日本代表とアジア大会日本代表の経験もサウスポー、うん、最速151キロ直球、うん、ね、で3位が佐々木俊介外野手、はい、日立製作所、うん、で4位が伊豆口君 NTT 西日本から内野手、はい、24歳で5位がまたぎくん、うん、日本生命から投手24歳全員社会人、はい、1位以外、うん、高校は1人もいないです、うん、これはあれだね、うん、3年連続 B クラスは許されないと、はい、育成そんなこと言ってる場合じゃないんだと、うん、来年優勝するぞドラフトですですねそれがもう感じられますね、うん、で、うん、育成は三浦くん、ま、村山、はい、宇都宮、田野上、園田、千葉、平山選手っていうね、はい、うん、まあ、こちらでは高卒ね結構で育てようというか、ね、取ってきてるなっていうね、はい、ところはあるけどもね、うん、どうなんやこのドラフトっていうね、はい、ところで、うん、でもこれはねちょっと理解できるところがあるんですよ、はい、でまあねこのあの3位の佐々木俊介君、はい、外野手23歳、はい、年齢構成が30前後、やっぱ30前後がチームを作っていくじゃんね、はい、30前後の外野手が、うん、ジャイアンツ総崩れっていう、
現状29歳松原で31歳、重信、うん、で34歳が、立岡、うんね、で27歳がオコエ、その下の試合下でいうと24歳の岡田で萩尾、19歳ね1年目の浅野ってなってくるわけ、うん、でこの30前後の一番チームを支えていかないところに選手全くいないんだよ、うん、外野手だから結局今も35歳の丸、36歳の梶谷、はい、40歳の長野に頼らざるを得ないところ、うん、そうですね、うん、でも全そこもねやっぱ、うん、こうだんだん落ちてくるわけだ、はい、だそこを外野をなんとかしなきゃいけないというところで、うん、なんとかできるメンツがいないのよ、うん、人がいないからね、はい、まずこの松原重信立岡が今から急成長していきなりおいおいおいみたいな選手になるわけないじゃん、うん、しかそれは仕方ない年齢構成上ね、はい、ってなったら現役ドラフトで来たオコエなのか、ね岡田萩尾という若い世代なのかっていうところで、うん、いないから取らざるを得ないよね、はい、でこの佐々木、ね、選手社会人からっていうところでチーム構成上を補わざるを得ないのかなっていうね、うん、ところはあるんだよね、はい、でこの、伊豆口選手ね、はい、こう内野手っていうところも内野手も30前後でいうと、まあ、岡本が28歳なんだけど、うん、29歳北村吉川で31歳に増田そして若林、うん、で35歳の中田36歳の坂本っていうね、はい、ところがいてそれより若くなると24歳の増田陸で湯浅でその下の菊田、門脇、うん、で秋広中山19歳の、北村とかね、うん相沢中田っていうところになってくる、うん、支配下でいうとね、はい、でいないじゃんそこもうねジャイアンツ30前後にほぼいないのよ、うん、だからどれだけベテランに頼ったチーム構成なのかっていうところが、うんはい、やっぱ2年連続 B クラスのところでそこを若い選だから若いのはいるわけよね、うん、で若いのはいるからここをなんとか育て上げるとともにまあ、来年ね坂本がサード、うん、ショートが門脇っていうところをね、はい、安倍監督も、言ってたけどもでまあ多分そしたらセカンドが吉川ぐらいになるのかなと、うん、でもそのもし門脇がダメだったらまだあのそこに中山とか行くしかないわけよ、はい、で坂本はもうショートに帰らないから、うん、こうなってくるとね、うん、でそしたらショートいないじゃん後釜が、はい、そこでこの伊豆口をしっかり取っといてバックアップにしていくんちゃうかっていう、うん、でここら辺はねもうこの佐々木と伊豆口はね取らざるを得ない今の年齢構成上のチームの年齢構成だったらもう取らざるを得ない、はい、ここは、はい、こうしないともし何かあった時にチームがもう成り立たないから B クラスになっちゃう、はい、では西舘君はね取っていく、はい、だからまあひょっとしたら西舘君がリリーフに入ってくる可能性も十分あるよね多分森田君は先発だと思う、はい、だから左がいないからね、うんうん、だからピッチャーで言うとだから俺は菅野が思い切ってリリーフ入った方がいいんちゃうかと思う、うん、あリリーフですか何気に、うん、もう思い切って、うんうん、で、まあ、戸郷でしょ、はい、今で言うと、うん、で山崎伊織、はいね、で赤星も、うん、出てね、良くなってきて、はい、でもそこからグリフィン、うん、あメンデス、うん、ここの左がここの2枚に頼ってるから、うん、そうなってくるとあの左のこの森田君と、はい、又木君、うん、ここは先発投手なのかなっていうね、うん、左がこの30前後いないのよ、はい、こう先発ローテで、うん、全部今村中川高梨全部リリーフじゃん、うんね、でその時来るのが27歳の高橋優希、うん、でその後大江で山田横川井上、うん、石田白木ってなって、うんまあ、若手でどうにかしていかなきゃいけないんだけど若手が伸びてこない特に左っていうね、うんはい、で先発いないっていうところで又木君森田君は先発で、まあ、西舘君もひょっとしたらリリーフかなそうですか、うんうん、っていうところもあるんじゃないかなっていうねはい、構成上ねあとは菅野がどうするか問題があるんだけどね、はい、だって普通に考えたらだってね戸郷、うん、山崎より赤星、はい、そこで菅野が入ってきた菅野、うんね、あグリフィン、グリフィン、ね、でメンデス、うん、でここにねもし森田とか入ってきたら、はい、先発足りるようになってくるからそしたら西田でひょっとしたらリリーフもあるかもわかんないよね、まあ、先発でやってほしい気持ちもありますけどね、うん、その構成上ね、まあ、どうなるかは、うん、だから菅野が後ろ行くと前とかこれみたいなね、はいまあ、そこら辺どうなのか分かんないけども、まあ、そうせざるを得ないよね、うん、そのピッチャーと野手の年齢構成上ね、はい、でまあ育成でね、まあ、10代の選手を取って、うんまあ、なんとか育っていこうっていうところはあるけども、はいまあ、5人で抑えてね、うん、っていう中では、うんまあ、さすがに3年連続 B クラス優勝になる、ね、史上初だもんね3年連続 B クラスになったら、うん、そしたらもう今のチームをどうしなきゃいけないってなったら育ってる場合じゃないから、はい、こういう年齢構成高くなるんちゃうかってだって森田君26歳だから、はい、今年27歳の年だからね、うん、2月生まれだからオールドルーキーですね、うん、だから来年28歳になるわけだからもう1年目からやってくれなきゃ困るわけでしょ、うんはい、
で佐々木くんが今年24歳だから、うん、もう来年25歳になるでしょ、はい、1年目がで伊豆口くんがもう来年25歳、はい、で又木くんが来年26歳の年だから、まあ、早生まれだからね結構みんなオールドですねそうもうだから全員が一軍の戦力になっていかないと、はいうん、もう5年後にはいない可能性あるからそうですね、うん、だ即戦力オールドルーキーほど活躍しなかったら切られるのも早いです、ね、早い、うんうん、でもその年齢そこの年齢構成に向かう選手たちが薄いから、はいまあ、これだからもう来年どうにかしたいドラフトだね、うん、でもう来年みんな活躍しててほしいですねの可能性もあるし、うんはいね、だからそこだねだって今年のドラフトだって一時期全員一軍いたから ね、はい、ね船場さんも浅間も門脇も、はい、ね全員一軍いたっていうところ浅野君もね打ちましたしね、うん、でもそこは全員残らなきゃいけないからね、はい、ドラフトに指名した高卒も含めた全員が同時期に一軍にいるってことは、うん、どれだけ既存の選手が薄いのかっていう話になるから、そうですね、だから結局レギュラークラスとそれに向かう選手たちの層がやっぱ離れすぎてる。でもここら辺の人たちはもう年齢層高すぎるよっていうところになってくると、うん、もう3年ぐらいでドアになったらもうダーン落ちるからね、うんチームとして、はい、だこれはね一歩間違ったら危機的状況だねおジャイアンツは、うん、正直、はい、その FA とか外国人で補強しない限り、うんはい、だからこんな偏った、うんね、アクロバティックなドラフトになってると思うんだよ、はい、だからこの選手たちにかかるのは大きいねジャイアンツの順位に、ねうんまあ、逆に言うとこの新人たちに背負わさなきゃいけないぐらいチーム構成として育ってきてない、うんうん、30代前後の油に乗り切ったところの主力がいない、はい、っていうところのチーム運営がうまくいってないっていうところにもなってくるからそうですね、うん、これはどうなるのかちょっと注目どころだね来季のその活躍が楽しみですもうこの人たちがやんないとやっぱ上に行く要素っていうのはね、うん、そうだから意図はもう明確ないよ、うん、だからその外野もいない、うん、内野もねバックアップいない、うん、っていうところで足りないところを補えてるから、うん、正直ドラフト構成上は俺はめっちゃ良かったと思う、はい、でも5年後えみたいなドラフトになってる可能性もあるから、うんまあ、どうなるかはね勝負だなっていうところはありますけども、はい、ではということで巨人のドラフト評価はこちらです、はい、A おおお詫びみたいなお詫びいや5年後ね、はい、こう A から S になる可能性もあるし、うん、A から B に行く危険性も秘めてるドラフトなのよ、はい、年齢層が高いから、はい、でも意図は明確だったから、うんうん、で来年に向けてっていうところはあるし今のチームが足りないところをしっかり補強できているから、うん、意図は分かるね、はい、さっきも言ったように年齢構成上いないから取るしかない、うん、バックアップを含めていないから取るしかないっていうところと意図は明確だから西田君も、ね、取れましたしねそうそうそう、うん、だから正直めちゃくちゃ分かりやすいし意図も分かるし、うん、ちゃんとしっかりしてるから A だと思うけど、うんはい、年齢構成高いんで、うん、この選手たちが期待通りの活躍をしてくれなかった場合はもうかなりちょっと未来に向けてやばいジャイアンツになるけども、はいまあ、そこら辺はね注目して、まあ、頑張ってもらいたいしね、うんまあ、やっぱジャイアンツがねガンガン上に行ってね、うん、どうなるかっていうところはねさすがに3年連続ね、はい、B クラスはダメだしね、うんまあ、そういったところではどういう風になるかね来年も見ていきたいと思います、はい、さあドラフト通信簿、はい、オリックスバファローズさあということでね、はい、ドラフトというところで、うん、1位横山くん、はいね、いやコメント欄でもね、うん、横山出した時点で里崎信用度薄いみたいなね、はい、いっぱいあったけどね、うん、だって俺はアマチュアのこと知らないから、はい、あの俺はそのチームの足りないポジションを言う、うん、そうですねっていうところから、うん、ねいやでも横山くんはめちゃくちゃ注目な選手ではあったけど、うん、やっぱ1位で行ったのはびっくりでしたよね、うん、あそこ1位で行くんだっていうあとあの10月6日時点では、はい、ちょっと俺の耳には入ってたちょっと早すぎたわ収録ね、まさかオリックスで行くと思わなかったんですよ、うん、だし1位で一本釣りしてくるとはね、うん、やっぱ思わなかったですよさすがオリックスやな、はい、そうなんですよ、うん、でもオリックスなんて言ってましたさっきと一軍の野手は固定メンバーが少ないので、うん外野の大砲系が欲しいという、ねうん、話をしてました、うんうん、で山本由伸山崎幸也がオフに移籍する可能性があるので、まあ、そういうところの穴埋め、うんうん、また平野投手の後釜も必要になってくるよね、うんうん、と
でもこう山本投手が抜けても東曽谷向くのに新外国人なれ大輝を補える見込みがあるから、うんうんうん、でも即戦力じゃなくてもいいっていうニュアンスだったんですかね。でまあ野手が流動的な中吉田正尚みたいな核となる選手を見つけていきたいと、うん、で頓宮選手はもうおそらく捕手はしないと思うので下位でもいいから捕手を取っておいた方がいいんじゃないかという話でした、うんうん、だからやっぱちゃんとこの最後の一文聞いてたんじゃ、うん、オリックスの人もね、うん、やっぱあの用意見て堀シューキャッチャー、はい、まあ高校屈指のね、うん、キャッチャーですね、きっちりね。だからまあ1位横山くんね、だからこの1位横山くんが未来の吉田正尚みたいになる、格になる。まあだから内野がね、紅林が出れなかった時に一気にちょっと戦力ダウンしてしまうっていうところの層がね、今まあ野口が出たりとかっていうところもあるし、まあセカンドもね、義母とか、まあ足立とかもそうだし、まあ大高今年ね、怪我してたっていうのもあるけども、まあそういったところで、まあちょっと二遊間が未来に向けて、だからひょっとしたら横山、紅林の二遊間とかね、まああるかもしれないし、まあ紅林は将来的にサード回ってもね、面白いかなっていうところもあるから、佐藤さんも外野って言いましたけど、こういう大砲系の選手少ないから補いたいっていうところにはちょっとこう未来の、だからもうひょっとしたら2位までオリックスだって最後だから、ウェバーが、だから2位に残してたら自分のどこまで多分余ってないから、もう1位でいっとこみたいな、だから一昨年のロッテ松川バージョンだね。あ、そうです。あと去年の DeNA 松尾みたいなね、あの2位で取れたら嬉しいけど絶対残ってないから、ね、もう絶対欲しい、ね、でピッチャーはまあ毎年いいの来るし、まあ、さっき言ったようにね、曽谷とか椋木とか怪我から復帰したり、はい、東も良くなってきたし、まあ、他の選手でね、山本とかいなくなっても補える見込みがあるっていうところで、ね、野手いっとこうと。2位、3位、4位高校生だからね、はい、2位川内くん、これ先生推してましたよね、はい、千賀クラスになるって言って、千賀クラス、はい、これいいぞ、本当にオリックスも狙ったんじゃないかって、イオンの吉田康生、イオンの吉田康生、イメはイオンの吉田康生、イオン、イオンね、イオンの、愛媛だから吉田康生なんですか。僕はちょっと違う、僕どちらか東郷選手とかそっち系のスラッとした感じのピッチャーになっていると思って、イオンの千賀じゃない、イオンの千賀だと思うんですけどね、へえ。で、3位がトーマス君、はい、競泳、3位残ってんだね、ね、この河内君、トーマス君取れたの、これめっちゃ大きくないですか、ね、未来背負いそうな、しかもまた宮城みたいにね、とか山下俊平だみたいに早めにローテーション入ってきたら、もう生きのいい若手しかローテーションいなくなってやばいよな、これうまくはまって育ったらね、なんかどんどん出てくるって、ね、しかも 若いうちに出てくるのよ、はい、山本由伸もそうじゃん、山岡とかもそうや、もう若いまま出てくるんだよ、みんな 2,3 年目からちゃんとね出てきて、息長くてそこの投手陣を最強にしていくっていうところで、でどっちかというとベテランクラスがリリーフを補ってたけど、宇田川山崎総一郎が出てきたからね、そこら辺も熱くなってきて ね、まあ平野の後とかも山崎総一郎一かも分かんないけど、2位にね堀君、はい、キャッチャーもね、しっかり抑えてて、はい、これもう1位から4位まで完璧やな、はい、このそこら辺がやっぱり3連覇してる余裕やな、余裕ですよ、今すぐどうにかしなきゃいけないわけじゃ、だからやっぱね1位にいるチームってそういう余裕を生み出すドラフトしてるからずっと強いんだよね。あ、そっか、だからあれだね、今後のドラフトの見方は、1位とか強いくせに、はい、即戦ばっかり取ってるようなチームは、いずれ落ちていくんちゃうかっていう、そうですね、ずっと未来に向けた余裕なるドラフトしてるから、どんどんこうね、好循環していくけど、ね、即戦ばっかり取ったらダボつくじゃん、はい、だから結局使われなくなったりとか、そいつらが本当に即戦力にならなかったりしたときに、下から用意してないから、突き上げがないから、もうロートル連中ですみたいな感じになって、はい、で30前後の一番チームを支えなきゃいけないところが空白地帯になって、で自転車操業だって、もう FA とかに頼るしかないなみたいな感じになって落ちていく可能性あるから、この強いチームが即戦ばっかりに偏ってるとか、ないポジションをなんとかこのドラフトで埋めようとする変更ドラフト、しだせたら未来暗いかもわかんないよ。そうですね、でも本当分かりやすいですよね、だって4位までが高校生で、5、6、7が全部社会人っていう、そうそうそう、で、まあ、上で育成取れたから、はい、あとはまあ来年どっか補うために、まあ、即戦力系で残ってる選手で、だから残ってなかったら多分取ってなかったと思うんだよ、でその残ってたらっていうところで5位にね、高島君、はい、王子からね、明治王子、はい、ね、で6位で、小田島君、小田島君、ね、日本ツーンから、はい、ね、で7位権田君、TDK、はい、権田君ね、
7位なんだね、もっと上位なのかなって思ったけども、ね、はい、あれですすごい、おあれ分かるんだよ、ね、そこね一緒じゃんっていう、はい、先輩後輩横山くんの先輩じゃん、うん、え、ね、年齢は年齢、いや年齢は言ってるよ、23歳だから、だからもう入れ替わりだね、あ変わってますね、今年24の年だから、うん、だから6歳離れてるから、うん、そうです ね中1と高3だね、はい、だ見てたかも分かってるよね、うん、うん、それ結構いいね、しかも長野でね2人で同じチームで、しかも先輩後輩上田にしね、はい、こういいよね、へえ、うん、面白いですね、いやこれめっちゃいいな、うん、ね、ドラフトね、はい、全て抑えてるもんな、うん、まあ未来がね、この横山君、河内君、東松君、堀君がどうなるか分かんないよ、はい、どうなるか分かんないけども、うん、このメッセージ性としてはもうめっちゃいいな、いやなんかもう未来見える気がしますよね、うん、やっぱこれが上昇軍団のドラフトやな、はい、正直、うん、だからもしこれがドラフト1位に、ね、横山君競合して取れなくてなんか大学生とか行ってたかも分かんないけども、はい、それでも2位4位とか一緒っぽいよな、うんうん、感じ的には、まあ、確かに横山君取れなくても2位3位4この高校生で未来育てようみたいなメッセージはやっぱり、うんうん、これがなしますね、やっぱ上昇軍団のドラフトとはって言ったらオリックスやな、うん、これをずっと取っといて5年後見たいよな、うん、そうなかったなみたいなのもあるしね、いやなんか本当余裕、なんか貫禄を感じます、うん、このねえ、育成がね、戸賀、吉賀、菅、うん、あ、菅、うん、菅、大江、宮国、芦田、芦田川野、うん、でまたこのアイランドリーグ FM から川田君は内野で、うん、また茶野みたいにな、はい、いきなり彗星のごとく、うん、出てくるかもわかんないしね、大卒一人もいないですね、うん、でも見て、カツオドラフト、前田と東恩納君だったら、はい、高卒、高卒じゃん、はい、ほら、高卒の高卒、高卒です、うん、だから狙いは合ってるよね、合ってる、方向性はね、うん、ね、多分ね、絶対前田君とか行きたかったと思うんですよ、うん、これ多分、僕集めた情報ですよ、うん、中日が2巡目で横山君と取りに行くっていう情報が多分入ったんですよ、うん、それで先取っとこうって取っちゃったんですよ、あー、ありえるな、だし、うんうん、それは、うん、それはありえるな、なるほど、やっぱ2分間取ってきてるから、うん、そうなんですよ、うん、やっぱ絶対欲しかったから、はい、で2位では多分河内くんと、うん、あの楽天って酒井くんのピックアップしてるんです、うんうん、右の方から、うん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 、で酒井くん取られたからここで河内くんにしようって、うんうん、なるほど、それはもうさすが福良さんやな、さすがです、あ、うん、本当そうやと、なるほどね、で東松くんはすぐ取れるもんね、そうです、うん、いいピッチャー2人取ってっていうね、そうだ、だから視聴者希望もね、前田君だったから、うん、流れはあったけど、ここ駆け引きだね、これが競合で取れなかったらね、うん、でもあれだよ、前田君1位で行ってたら取れてたよ、うん、競合ないからね、うん、でもそしたら横山君取れてないから、うん、だからどっちか天秤かけたんだろうね、うん、両方取れたら最高だけど、はい、どっちが今ってなった時に多分横山だ、うんうん、でまだ2位3位でいいピッチャー高校生取れる、うん、あるからね、あ、そうそうそう、うん、だからここでね、補い入れてるしね、うん、トーマツ君が前田君抜く可能性もあるからね、あります、あります、パワー系でな、うん、うん、そういった意味ではね、どうなるか分かんないですかね、いやいい、なんか、うん、うん、ねオリックスだなって感じの、うんうんうん、ということでオリックス、はい、評価は、はい、S です、おいいよね、いいいいしかないよね、なんかもうすごい、すごいねみたいなね、うん、よく考え尽くされたドラフトだったねみたいな、うん、なんでこうしたんだろうとか、あ、そこ行ったんだみたいなのはない、なんか、うん、全員がね、うん、おーってなるけど、終わってみたらおーって言うんだ、うん、そうそう、全員が納得する、確かに横山くん行った時に、うん、おー、そこ行くんだって、ね、うん、その後の流れもね、うん、完璧だったしね、納得する、まあでもこれ1位から4位までの高校生はね、うん、まあ3年後ぐらいね、はい、どうなるかっていうところをね、あのだし5位6位7位のね、うん、社会人選手、即戦力の選手たちが、まあ、どこまでね、うん、どう入ってくるかっていうところは ね、いや2、3年も楽しみだな、ね、これだから取っとかなきゃいけないね、はい、まだ佐々木チャンネルの特徴は、うん、毎年のドラフトを振り返っていくんで、はい、言ったっきりで終わんないっていう、はい、うん、過去ね、結構振り返りますからね、遡ってね、でいいと言ってたのにダメだったねっていう全然ダメだったなみんな振り返らないからね、いい時ばっかりいい言ってね、うん、まあ、それが特徴だから、はい、まあ、そういった意味でもね、うん、まあ、オリックスのね3年後ね、うん、まだ注目して、はい、これ S から WS になってるのか、ね、A、B に下がるのか、ね、はい、分かんないけども、この4人がスタメン張ってたらすごいですよね、えぐいよな、うん、まあ、それをね楽しみ、うん、注目してね、はい、見ていきたいと思います、はい、さあドラフト通信簿ヤクルトスワローズ、これラストですよ、うん、ねえ、はい、まあ、2連覇して、うん、もう一瞬ね最下位になるんちゃうかっていうところをね、うん、まあ、5位で踏ん張って、はい、ね、
なんとか高須さんも王座奪還しなきゃいけないところでね、うん、はい、ドラフト1位竹内君行って、はい、で抽選で外して、うん、選手の西舘君っていうところでね、はい、まああの仮想ドラフトも竹内君で、視聴者希望も竹内君で、うん、佐々木も袴田さんも先生も全員竹内君で、これ1位じゃないかってね、でこれで竹内君じゃなかったらおーいってなるところがね、きっちり竹内君だったけども、はい、まあね、外したっていうところはね、うん、あるけどもね、はい、こう佐々木なんて言ってましたか、はい、はい、必要なのはもう完全に投手陣、目安はもう取らなくてもいいぐらい投手が必要だとで守護神系のパワーピッチャーが欲しい、うん、大型高卒内野手もまあいたらいいねと、うん、で1位2位で投手、3位野手とか、うん、でまあまあ、ほぼほぼ投手でいいよって話でした、うんうん、ね、はい、まあ、ということでね、うん、まあ、抽選外して次ね、はい、俺細野君行くかと思ったのよ、うん、私もそう思いました、うん、なんか細野君と竹内君で悩んでるみたいな感じの声も聞いたから、うん、細野君行くのかなと思ったらね、西舘君っていうところで、はい、右でね、うん、ね、目標のピッチャー上原さんだからね、はい、うん、長身から投げ下ろす角度あるストレートは最速152キロ、投球技術に長けるクレバーな投手、開幕ローテ入り狙うっていうね、うん、ところで、はい、でまあ2位がね松本くん、トヨタ自動車から、はい、日本選手権1安打完封してるよ、うん、先発の一角で3位、うん、ね、石原くん明治から、これも先生がめちゃくちゃ押してたじゃないですか、石原くん、うん、うん、でも確かに私先生すごいなと思ったんですよ、うん、石原くんよりもどちらかといったら村田くんの方がこう牧田くんとかの方が名前が結構前に出てたんですよ、うんうんうん、でも先生情報によると石原くんが明治で一番なんかいいと思うみたいなこと言ってたら一番最初に呼ばれましたよね、そうなんです、石原くん嬉しかったですね、ね、あ、先生さすがと思った、うん、え、キャッチャー鈴木京京くん来ました、赤間さんお城、はい、常葉菊川高校から、うん、高校のまあ堀くんか鈴木くんかみたいなところあったんで、鈴木君取ってきましたね、だからこうなってくると中村いて古賀いて内山そのうちコンバートしそうやな、うん、どっかにね、まあ、今3番手としたらキャッチャーも使えて、だからヤクルトにとったらめっちゃ便利いいと思うんだよね、うん、内山がね、はい、でもそういったところで言うとその、ね、次を担う古賀内山が1軍にいるから、うん、この鈴木君を2軍で強化できるよね、はい、空いてるからね、うん、まあ、松本とかいるけども、うん、だからそこでしっかり強化して次世代を狙うっていうところでは、はい、まあ、ここの指名は良かったから育てて、もう将来の正捕手で、うん、はい、で5位が伊藤君ね、うん、BC から、ね、新潟21歳内野手ですね、ちょっとね今年長岡もバタついたし、うん、竹岡もそこに、まあ、食い込んできたけど中岡落ちたから出てただけでまたそこに何か一つプッて出るものもあるし、うん、まあ、山田哲人がちょっと今踏ん張りどころやなみたいな、はい、打率が2割5分1回いかないかみたいな感じで、うん、ホームランも10本ちょっとやから、うん、まあ、まだ若いのにね、こっからこのどうなるかっていうところで、まあ、次もね、まあ、宮本とかいるけども考えなきゃいけないっていうところで、まあ、しっかりこのね内野抑えといたのかなっていうね、うん、はい、っていうところではまあバランスはね、うん、非常に良かったし、うん、まあ、分かりやすかったかなと、はい、でしかもよ、うん、大型高卒内野手欲しい、はい、おらんやと思うやん、うん、いいね、育成に、お、三刀屋高校、これ水戸屋なんですよ、水戸屋、はい、三刀屋じゃん、でも私もね三刀屋ってね言っちゃってね水戸屋ですよってね結構ね水戸屋高校から、水戸屋高校、初のプロ野球選手なんだよねらしいです、うん、はい、高野くん、うん、ほら高卒大砲系、うん、うん、これ結構チャンネルでもね取り上げてましたよね、うん、そう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 、だから良かったよね、はい、あの伊勢のラオウとともに佐藤ちゃん押してましたから、佐藤ちゃん押しだから、はい、うん、高野くんね、うん、だからまあね大砲系でだって176センチ90キロだからね、うん、結構いい、うん、いい体だよ、きっちりしますよ、うんうん、俺の2006年とか7年時の体重だよ、俺身長175センチだから、うん、よしうまくね育っていけば、はい、将来的にひょっとしたら村上がファーストに行く可能性っていうのもね、うん、十分考えられるからね、いや楽しみな選手です、ね、あと1位もね高橋君が台湾から、ね、台湾から来てるんです ねだからどういうピッチングするかねっていうところは注目したいよね、そういったところでは全体的にバランスは良かったんちゃうかっていうね、うん、でもこう1、2、3はやっぱり即戦力系のピッチャーっていうところでね、うん、こう意図は分かりますよね、うん、うん、まあ、そんなもうどうピッチャーだからね、まあ、あとはヤクルトで言うと来年ね塩見が怪我しないでっていうところと山田哲人の復調は重要だし、うん、でサンタロースターもちょっと全部ちゃんといたわけじゃないからね、うん、そういったところではあるけどもね、うん、まあ、正直外野とかもいてもいいのかなって一瞬思ったけどね、うん、まあ、大木がもう、まあでもね、あれがいるか、北村と沢井、だこの二人がね、野手がうまく入ってこれればね、はい、なんか長打力もあるし、二軍ではもうね、結構無双状態になってるからね、うん、
あと1軍で結果出すだけっていうね、まあ、今年1軍でね経験も積んで試合も出てたっていうところもあるからね、はい、だからそこら辺の期待値もね、うん、多分あるっていうところでこういうドラフト編成になったと思うけど、うん、後ろに行く選手とかいないのかな、ここからどうなんですか、ね、ここは松本剛也なんですよ、松本剛也どっちでもいけると思うんですけど、うん、彼の球とか見るとここは後ろに回すんじゃないかなって思ってはいるんですよね、うん、後ろにやっぱり一人いた方がいいと、まあ、あとは外国人後ろでも、あとはねヤクルトの一番の問題点は、うん、来年外国人選手登録、うん、元の4人に戻ったら、オスナ、サンタナ、サイスニード、ピーターズ、ロドリゲス、はい、使われへんね、うん、誰が1人がはぶれんねん、はい、そしたら多分ロドリゲスやと思うね、はい、コロナ禍だったら、うん、でそうなった時に先発の要員がね、うん、1人いるようになってくるし、うん、でヤクルトはね、この外国人選手登録問題が5人のままなのか、ね、コロナ特例でね、うんうん、で、あそこでね、ああ元々の4人に戻るのかによって、うん、多分投手の編成がめちゃくちゃ変わってくると思うから、うん、この3人のピッチャーにかなり来年の順位は重要になってくると思うね、うん、石原君後ろの可能性もありますね、あのなんか一応この説明にはあの救援の適性があるって書いてましたね、落差の大きいカーブも魅力で空振りが奪えるサウスポー、救援の規制もあるって書いてます、でもあのカーブが得意なやつでリリーフっていないんだよ、そうなんですか、おらんくない、カーブめっちゃカーブが武器なんだよっていうリリーフピッチャー、確かにそうですね、先発のイメージ多いですね、うん、やっぱリリーフっていうのはもうまっすぐとフォークとかチェンジアップとかやっぱこの三振が取れる、うん、どっちかっていうとそっちのタイプが多くて、はい、カーブ武器でリリーフって多分ほぼほぼ確かにマイケル中村さんぐらいしますか、いやあれはだってカーブもあるけど基本的にはスライダーとかカットとかだからカーブも投げれるけど、ただロッテに行った荻野とかもカーブ投げれるけど主がカーブじゃないから、5回とか6回の長ロングぐらいでカーブが得意っていう選手はいたけど、方程式でカーブが一番得意ですっていう選手でいたかな、ただ石原君はこうキレのいい直球とカーブで多分空振り取るっていうタイプ、ね、だからチェンジアップだからどっちかっていうとこの投球のパターン的には岸と同じ岸やと思うね、まっすぐチェンジアップカーブっていうところで、まあ多分スライダーとかカット系も投げれると思うけど、コンビネーションでいうと岸の投球スタイルの左バージョンやと思うね、だからそう考えたら高橋奎二の方がリリーフ適性やんね、そうやね、あーなるほどそうなんだ、じゃあ先発か、うん、だからまあ松本か西舘かどっちかが、うん、もしくは吉村を回す可能性があるんですよね、リリーフ、昨年最後中継ぎテストを行ってるんですよ、今年か、今年の最後に中継ぎテストを行ってるから、僕はもう里崎さんでスカウトとしては石原君は先発で見たい、見たい、西舘君も先発で見たいな、ね、やっぱ1位ね、だから知るのは松本君かなと、でもこの3人にかかってるよ、うん、いやでも楽しみなピッチャー3人取りましたね、うん、でもこのピッチャーによって決まるからね、うん、そうですね、来季がね結構、うん、まあ、吉村君がこう伸びてくるとかね、伸びてきてどうするか、うん、まあ、あとは山崎幸也選手のオリックスが取ってくるっていう、うんうん、高橋奎二復活しないといけないから、やらなきゃいけないことたくさんあるんですよ、あの安心材料、まあまあ小川かなみたいな、はい、10勝はできるっしょ、うん、いやでも10勝7敗ぐらいかみたいな、うん、ところあるんで、じゃあもうちょっとまたあの弱い時のヤクルトで投手陣なんとかっていうところになってるから、はい、うん、まあ、そこら辺はねちょっと踏ん張っていかなきゃいけないなっていう、ね、うん、ということでヤクルトのドラフト評価 B プラス B? はい、はい、B プラスです。B プラスね。はい。今 B クラスって聞こえて。B プラス。B プラスね。あの、はい、意図は分かるんですよ。はい。意図は分かるんだけども、うん、もうハマらなかったら、うん、ちょ B クラス突入します。はい。もうここハマらなかったら終わりだから。そうですね。うんうん、次の矢ないから。はい。このドラフトで言うと。うん、1年後の今日、はい、A になってる可能性もあるし、うん、だから A の可能意図は A だけど、うん、大丈夫 B プラスみたいな。わかんない、でも来季竹内来てたらそれはもうええよ、うんうん、でも来季西舘君石原君とかがなんと10勝なんてしたらもうエースですね、もうもちろんもちろん、だからそこら辺のちょっともろ刃の剣、はい、ドラフト確かに、しかも未来のピッチャーはあんまり取ってないっていうのもね、そうそう、だからここが変がはまらなかった場合、うん、危うくなってきます、前回のオリックスバージョンで言いましたけども、うん、はい、ね、そこを厚くしていくと、はわらなかった場合、うん、次行く人たちがいないから、うん、もう全体的に暗黒時代に突入仕掛けるっていう、はい、モロハの剣ドラフトだから、はい、
これかかってるこの3人に、うん、ヤクルトの未来はこの西舘君、松本君、石原君、そして去年の吉村君、はい、この4人にかかってます。大事ですね、うん、だから上にも下にも行く、はい、B プラスです。 B プラス、はい、はい、うん、でもなるのか何年後かに意図ははっきりしてるんでね、うん、でもこのもう危険をはらんでる、はい、ボロ派の剣ドラフトだから、うん、まあ本当ね、うまくはまれば一気にグッっていうのもあるし、はまらなかった場合毎年やらなきゃいけない風になってくるんで、うん、ピッチャーを、うん、っていうね、ところで、まあそこのね選手たちがどう頑張れるかっていうところがポイントなんで、はい、まあドラヤクルトファンの皆さんね、うん、ぜひコメントお待ちしてます。はい、さあでももう準決勝終わりましたね。そうだね、これで終わりました。うん、S 出たところ結構でもありましたね。 SS が1球団あって、 DNA、 うん、 DNA、 広島、オリックス、そうか、 DNA、 タイガース、阪神、オリックス、はい、今年結構 S 出しましたね。 SS が1球団、うんうん、西武ね、うんうんうん、そうだね、うん、まあそんな感じのような気がする。まあでもこんなのね、うん、点数なんて当てにならないんだよ、はい、D10 年後 S だから。そうですね、うん、答えは5年後10年後だから、はい、この選手たちがね、うん、でも一つ言っていくと、サザキチャンネル昔やったあのドラフト総チェック、はい、ね、あのコロナの時に全部チェックしてやりましたけども、うん、あの夢を壊すようで申し訳ないんだけども、うん、この中から10年後、はい、チームの主力になってるのは平均 11% です。あら、でも1割は超えたぐらいの、だから1チーム1人いないんだよ。あ、そっか、もう全員ダメってこともあるわけですもんね。そうそう、平均 11%、 そうですね、まあ、その一つのドラフトに、うん、もう 24% ぐらいもし仮にいたら、どっかのドラフト 6% ぐらいになるから。そうですね、うん、やっぱ15人ぐらいだから主力っていうのはね、うん、で1軍登録メンバーが、まあ、コロナ禍でいうと30人だったけど、通常でいうと、まあ、29人だから、うん、そういったところの常に主力っていうと、まあ、15ぐらいになってくるじゃん、はい、11% です。誰が残るのか、あ、だから紹介しましたけど、はい、1人です。1人、それ1位かも分かんないし、うん、8位かも分かんない。さあ誰が残るんだろうね。ゼロ人あるからね、うん、でもこれやっぱ振り返るのがサタダシチャンネルのいいところなんで、そうそうそう、またこれは追いかけていくんでね、はい、この発言をもとに ね、はい、あんなこと言ってたけどっていうね、うん、あのまたサタダシが振り返って自分で謝罪します。はい、はい、さあということでね、はい、皆さん長い間でしたドラフトありがとうございました、はい、続いてはですね、また年末にかけて、うん、いろんな大型企画突入していきますので、はい、あとクリスマスには里崎賞ありますので、はい、今年は誰が手にするのかね、うん、はい、あ、そうだ、里崎賞ね、はい、楽しみ、はいはい、ぜひね、チェックしてください、はい、ということでありがとうございました。